はいどうも。じゃあちょっとこの枠で大体1時間ぐらいあってお次は次は来いわはーい、ヤッホー。はい。こんばんは。はい。こんばんは。おかえり。はい。おかえりなさい。ゆタたおかえりなさい。おかえり。ハロー。おかえり、おかえり。こんばんは。音楽界二刀流のね、は世界平和のね、のこさんです。おかえり、こんばんは、こんばんは。おかえりなさい。おかえり。イケメンタオルです。はい。イケメンタオルです。はい。 おひげがなくなってるおかえなさい劇的ビフォーアクター,フターハローなんでタオルなんでタオルってタオル使うときなんてお前物拭くときとかお前そんなてめえの首絞めるときしかねえだろおい他に何があるんだよなんでタオルってなあ他に何があるんだよタオル使うときはおいおかえなさいひげなくなりましたねはいこいつはいここんばんはなあ野さんほかほかイケメンタオルおかえなさい 怖いって怖くねえだろ。それが人間だろ。お前だって悪魔いるだろ、お前の中に。いねえのかよ、首締めたくなったりとかさ。いるだろ、そんなんさ。てめえのさ、クソ上司とかさ、首締めたくなったりとかさ、タオルでよ。なあ、人間なんかみんなそんなもんだろ。ちげえのかよ。おい。こんばんは。ちげえのかよ。こんばんは。お前の中に悪魔いねえのかよ。草、それはそうめちゃくちゃ切れてるな。切れてねえよ。なんでこれは切れてるっていうの全然切れてないじゃん。ねえ、怒ってんのって怒ってるわけないじゃん。 どんだけだよ、お前。ぷよぷよなのぷよぷよを擬人化した人間 <laughs>。どんだけ心がぷよぷよなんだよ。これで怒ってるって。意味わかんない。俺が怒ったら冷蔵庫蹴っ飛ばしたりしてるわ。俺が本当にね、じゃあ俺が本当に怒った時ってやっぱ今までも配信でね、あの、あのふすまとかバーンってやってるけど。本当に怒ったらもうそんぐらいだから。俺物に当たるから。 最低な人間なんで、物に当たりますから、俺。ね俺はマジでそうだよね、今まで。<laughs> 冷蔵庫蹴っ飛ばしたりね。お久しぶりです。この回残さ怒ったら目で分かる。こんばんは。残ど懐かしい。もに当たるの分かる。で、俺、物にそうそう、めっちゃ当たる。ね包丁でぶっ刺したりとか、わしもふすまそう。ね冷蔵庫蹴ったら痛そう。当たり前、あ、せしやか、刺す。物くクにも当たる。物くクに当たったら、普通にぶん殴るからなる当たりねえ、当たりたくてもあいつに。 こんばんばは今日カラオケでカマっちゃを歌いました。あ、ありがとうね。嬉しいよ。人殴りより全然いい。うん、人に当た、物っうの俺人に当たったことはないよ。ないよ。ないよね。お前らにしかないよ。お前らにしか。<laughs> 配信で。お前らにしかないよ。多分。うん、配信外では、ないよ。ないはず。ないはず。うん、ないはず。え 何千葉銀河とかどこかしょえうっぷんぶつけようお前らにしかないと思ううんノコちゃんの暴言好きだよもっと言ってこんばんは俺暴言なんか別にだってもうそんなんさそんな、ね、年齢じゃないもんなんで俺はついたの若かったからだようんお前らがだって昔見てたんだってお前らも俺もお前らも年取ったろ俺もお前らも年取ってさ昔は若かったろな俺もお前らもさな千葉銀怒らせたそれもだから20代だろ

こんばんばはフェーズは変わった朝くて帰ってきたひげな,なくなってた <laughs> え年取ったの年はお前だと取ってんだろ年取ってるしまん丸、ままま、くんですどうして丸くなるんですか <laughs> え疲れたからめんどくせえから人生がめんどくせえから、うん、どうでもいいから人生もうあとぬだけだからこの年齢なよ、もう40歳になるとあのもう人生なんか本当にどうでもよくなるからこの世界とか、うん、どうでもよくなるからそうそうそう ああだからもうマジでどうでもいいからだからで、ね、だから丸くなんじゃん知らん知らん俺今は適当に言ってるわかんない実際のところのこさん見てるだけで泣きそうなんでだよ病気だよお前 <laughs> ということで俺見てるだけで泣きそうど,どういう意味でどういう意味で何か思い出して <laughs> この曲のおかげで自殺できそうだと思わした終曲アイザンスあ,あ無事に自殺してくださいのこさんみたいな歌になりたいアイザンス、はい、俺みたいなおた、まあ俺は結構いい,い,い感じ年取ってくからね ある程度の歳になるとみんなある程度丸くなるよね。そうだよ。まあ丸くなるって別に悪,く悪,悪いことじゃないよ。意味わかんないけど。丸くなることが悪だというなんか風潮がね、なんか昔からあるけど、それはメディアの洗脳です。お前らメディアに洗脳されてんじゃねえよ。かしく、コツ教えてください。俺に聞く時点でもうお前、論外。無理。 人に聞く時点でもう論外です。可視書骨コって。うん。えー、丸くなりたい今日この頃なればいいじゃん。それは人は変わるし、大人になればちつくよね。そうだよ。丸くなったら大人になった証拠か。意味わかんない。どうでもいいじゃん。そんな大人、大人、丸くなったイコール大人とか別にそんなんさ、そんな自分で決めろよ。こんばんは。自分で決めろよ。別にそんな社会とかさ、そんなんさ、ほの人がね、世の中が言ってるからどうとかじゃなくて、 お前が丸くなったとか丸くなってないとか尖ってるとかそんなもんなんてクソほど俺にはどうでもいいんだけど、自分で決めろよ。情けねえ。なあ、お前の人生なんだから。ねえ、うん、意味わかんねえ。自分で決めろよ。うん。で、俺は自分で決めてるから、俺は丸くなった。うん。ええー、そうだな。渋谷下北チケット取れなかった。絶対怒ってねえよ、てめえ。 怒ってねえ、絶対怒ってって。怒ってねえよ、別に。怒ってねえよ、こんばんは。何が怒ってんだよ、俺。こんなに笑顔でさ、ちょ、わけあかんねえ。今めちゃアッピーじゃん、俺ってか。俺めちゃアッピーじゃん。なぁ。キレ口調って何がでっけえだけじゃん、声。なあ声でっけえだけじゃねえか、ちょっと。そしたら加藤純一とかあいつずっと怒ってんのかあいつなんか、なんかね、 バカみてえに、なんかさ、ええー、とかなんかいつも言ってるけどよ。そういうことじゃないだろ。めっちゃ大げえに見えるよな。俺もそう。<laughs> めっちゃ大げえに見える。穏やかな仏のような顔したで。野呂さんは信用できる。こんばんは。元気は野呂さんだす。例えば声でかい。声でかいのはデフォ、怒ってるように怒ってないって言ってんじゃなかった。<laughs> メンバーで一番精神年齢弾くのは誰ですかいやー、これ精神年齢弾くの誰ですかって言ったら俺じゃねえの。俺か言うだよ。 今だったら俺かノスケまぁノスケも大人ったいかんだ。いやわからん。俺の可能性もあるし、まぁ、あ、雄の、俺か雄どっちかじゃない。いや、モノくんとかミサコとかは結局別にさ、精神年齢は大人だよ。大人だよ。だって俺とずっと一緒にいるんだぞ。こう、こんな俺とずっと一緒にいるのあいつら千葉銀だってそうだし、スタッフだってそうだし。お前、大人も大人だよ。 良い意味での子さんかな、うん、だからまあまあ分かんないけどまあまあ言うか俺じゃない精神年齢で言えば、えー、言うは髪サラサラだもんねいや意味わかんねい <laughs> 髪サラサラだから精神年齢髪ベトベトであれよ精神年齢お前さねえそんなさ上だったらよ髪ベトベトであれよなんでサラサラだったら意味わかんないコメントすんなお前年齢重ねて子供になるのは理想の大人だからのこさんが一番大人 年齢重ねて子供になるのが理想の大人だから俺が一番大人ってことど,どういうことそれ年齢重ねて子供になってくの子供帰りしてくのが一番、ね、大人だからのお子さんが一番大人って俺ちょっとわかんないなどういうことだそれよくわかんないな子供帰りする人っているってそういうのはなんかねいるんだよねでみんなも聞いたことあるでしょあの子供帰りする人ってなんかさ年取ってさなんかなんだっけお,おじいちゃんとかさまん ままって、ね、年下に「マ、ま、マおっぱいしゃぶらせて」って赤ちゃんプレイさせてーって、ねうん、認知症のこといやお年寄りお年寄り,じゃお年寄りでもなんか認知症かとか死んねえけどねえけど子供代わりする人っているって言うじゃん、うん、赤ちゃんプレイって認知症だけじゃん認知症じゃねえよ認知症の話じゃねえよ認知症な心理学用語で幼児対抗だ幼児対抗幼児対抗,幼児対抗する人っているってなん,かなんかネットで見たしいろいろいるんでしょ ええー、あ何わがままになるよね。うん。わがま、そう、わがままになる。そうそう、じじいとかな、なうぜえな、なんか老人とかな。老人とかいるよな。そうそうそう、イジュアルばあさんとかな。わがままになったりとか、なんかイジュアルになったりとか、そういう、そうで幼児帰りみたいな。そうそうそう。幼児対抗する。こんばんは。えぇ、ー、のこさん、バブプレイ好き、赤ちゃんプレイ好きだよ。まんまんまん、ま、おっぱいちょうだいって、そういうプレイしたことあるよ。何回か。えー、素直に生きたら子供になっちゃう。純粋なままの意味です。 えー、純粋な、もうちょっとありがとうございます。ちょわ俺にはちょっと俺の足りない低能にはちょっとわかりませんでした。まあとりあえずね、それと俺が一番大人ってことで、えー、自分も小学生時代より、今のが子供で楽今のが子供で楽になった。あー、へえ、俺変わんないけどね、俺ずっと大人びてっかんね。俺、小学生の頃から大人あかんねな。内面ね、内面ずっと俺を、だって冷めてるもん。小学生の頃ずっと俺冷めてるもん。それやっぱいじめられたから、それが絶対でかい、絶対でかい。 うん、い,じめいじめが絶対でかいめちゃめちゃでもだからドライだったよ俺はだから何回も言うけどホに俺「虚なしいね」が口癖あったんだよ「ああむなしいね」って言って「お大島お前虚なしいね」しか言わねえなみたいに俺なんかね「いじじめらられれたることおわ大島君って虚なしいね」しか言わないねってそう俺今でも残ってあっあっ残ってっかあの大島君って虚なしいねってか女に女に言われたそう女だ女,女に言われた小学生の時 うん、むなしいねしか言わないねってうんでもそんぐらいほんと冷めって俺ええー、むなしいでもそうそうこれマジマジえー、なしいっていうことを何が悪いんかっていやだから悪いとかじゃなくてもうやっぱ小学生とかそうじゃんねネガティブななんかそういう感じしか言わないねみたいな俺もいじめられたし虚なしは真理むなし何が虚なしいのって何が何が虚なしいって虚なしいじゃんこの世界は人生はお前の人生なんか特に虚なしいだろ え、のこさんは今も同学年男、男性よりずっと大人では。えどか俺、今、俺と同じための38歳よりもモノ、ものくんとかみさこよりもずっと大人ではって、俺が。まあまあ、だから大人ではって、だからもともと大人だと思ってる。昔から大人だと思ってる。中身はね。うん、見た目は子供。中身は大人。ね。名探偵、あのー、なんだあいつ、しんいちのやつ。コナンだ。コナンくん。ね。名探偵コナンくんみたいなのが俺で。 うん、人生は虚なしい、真理だね。まあ、だから、そう、心理を言えばそうだよ。虚なし、むなしいうん。残されてずっと変わらないんですね。基本的なとこは変わんないよ。俺だって変わってるよ、毎年。毎年変化変わってるよ。大人になったり成長な、成長したりとかね。でも、基本的なとこって変わんないじゃん、人間って。人間ってやっぱさ、これさ、俺ため,ためのやつとかさ、年上の人とかさ、パイセンとかわかるよな。基本的、本て基本的なとこは変わんない、やっぱ。うん。俺より年下の人に言っとくよ。本当に基本的なとこってやっぱ変われない。こんばんは。 うん、やっぱ良いとこ悪いとこ。良いとこ悪いとこ。うん。千葉銀が抜けてから、のこさんかっこよく変わったとは思いました。えあいつが邪魔したからな俺のかっこいいところ。うん。根付いてたか、根付いたまま変えるなら難しそう。のこが大人なとこにみんなが追いついてきた。今日お前ら追いついて、<laughs> 90歳くらいで亡くなる直前は虚しいねって言ってください。えー、カンボジアの調整、そうです。勉強になります。うん、勉強になりますってか、やっぱ、そう、そう,そうだと思うけどね、僕は。 うん、基本的なとこってやっぱか変われない変われないし変われない変わらないって感じだと思うよみんな子供は一番よく聞いてるこ言葉はたくさん言うと思いますね自分が一生変わらない変わらないのかと思うと病んできた、うん、無理です、はい、いやもうだから、うん、病んできたっていうかもう本当に今のうちずっと病んどけうけ、ん、これからも病むと思うよ、うん、もううあのだからいつも言ってる通りもり諦めろ諦めろよお前がお前であることは変われねえんだよ 春、春になると病むのも一生変わる。まあ、それは、まあ、別にね、なんか、全部が全部ってわけじゃないけど、ね変わるとこは変われると思うよ。私は少し変わった。俺だって少し変わったわ。俺だって少し変わったわ。俺だって少し変わった。だから全部は全部じゃないけど。えー、どう変わりたかったんですかは意味わかんない。どう変わりたかったんですかって。俺は自分が幸せだったら何でもいいんだよ。 俺は自分が楽しくて、自分が気持ちよかったら、なんでもいいんだよ、この人生。うん、どう変わりたかったとか、そんなんどうでもいいよ。うん、俺はほんとそれだけだよ。俺のスローガンで、人生の。な、こんばんは。人生のスローガンで、自分は気持ちよかったらどうでもいいよ、俺。この世界のことも。マジで。うん。うん。でもほんとそう。だからそれ以上でもそれ以下でもないよ、俺は。うん、ずーっと。 えー、し楽しく幸せであることは大事だねえー、君がやめるさあノコさん俺のことだね、えー、幸せで生きて生きてくださいスローガン泥臭く人間らしく生きてほんとにさ、まあ、苦しい時もいっぱいあるけどねほんとに葛藤することもいっぱいあるよ俺はすっかり逃げ癖がついてしまっていや逃げ癖なんだ俺もあるよ基準はだからこうやって言ってるけど、まあ、まあ基本的にはやっぱスローガンこんな感じで基本的にはねえー、ブラジルからたくさんの愛を送りますあ,ありがとうございますブラジルからノコさんモノ君の真似してほしいいや最近似てないからね なんかしびれました、一生ついていきます。いや、いや、しびれないも元からお前ついてきてんだろ。その気持ちは大切だと思うわ。気持ちはよく生きてる。どうう一生、だかよくあれ、ね、俺、いつもこんなこと言ってんじゃん。激しく同意です。えーとあー、他人を気持ちよくするために生きてない。そうだよ。バカ言ってんだよ。な、てめえらのために生きてるわけねえだろ、他人がよ。おこがましいよな。お嬢様かよ、てめえ。な、金持ちの名前よくわかんねえけどよ。な、甘やかされて生きてるか知らねえけどよ。な、いや、他人がてめえのために思い通りなと思ってんのかよ、バカ。 あいやけど、これは本当に思うよね、うん。他人がお前の思い通りに生きてると思うかよ。そんなやつだ、ママかパパだけじゃない、ね。ママかパパだけじゃないの。ね。あだから、一人なんか求めるやつとか俺は全然な気が知れないんです、うん。人になんか求めるやつとか、人に期待するやつとか、だから全然俺ですね、気が知れん。うん、そこまで優しくね、優しいやつなんかいねえや。いるわけねえじゃん。な。 全くもってその通りです。マ、え、マ、ーまあ、パパは違った。要は自分全部自分次第。さあね、聞いててスっキりするっていうか、基本他人は他人。そうだよ。言えないは？は、えー、ママ、パパも自分の思い通りに動いてくれない。あじゃあだ、お前一人しかいないってことだ。野さんの言葉好きだ、体に刻もうかな。タトゥー入れてください。人に過剰に期待するのは結果的に良くない。そう結果的にもくないしな。うん。ね過だいたい過剰に期待するやつなんてさ、かね、過剰に期待,期待するから、基本人に期待するやつなんか、ね、期待してよ。ね。 そういうやつに限って過剰に期待するから、ね、その時に裏切られたとか言うんだよな。<laughs> 死ねばいいのに。な <laughs>。理不尽、理不尽もいい,ことでいいとこだよな。理不尽もいいとこだよ。な。そ <laughs> う、悲しいってかね、理不尽もいいとこだよなそう悲しいとかね理不尽もいいとこだよなうん。期待したら疲れる。期待したらがっかりする。そうだよ。だから俺は言ってんじゃん。ずっとさ、お前らにさ、ね。 こうやって配信でも昔からさ、ね、一人なんか期待な、一人なんか期待すんなって。うん。他人は他人なんだから。ね。他人に振り回されないようになりたい。こんばんは。それ私です。期待しちゃった。まあまあ、期待することもあると思いますけど。まあまあ。でも人間は期待してしまう生き物だよ。えー、俺,が俺が俺が何に自分以外に俺自分には期待してるよ。 若いうち死ぬのが美しいみたいな考えについて、あ、それさっき終わりました。言いたいこと言えないような会、人間に期待するだけ無駄、期待できなくなったらそれは悟ってるって言える。うん、自分には期待してるけど、俺。あこれ、人には期待しない、もうしないしてない、俺、マジで。まあ、だって人に、人に期待した分、だって、傷つくだけだもん。人に期待してるだけ、ね、傷つくだけだもん。ものすごく。それは俺だって経験してきたりもあったし、ね。 まあわかんないけど俺だってこうやって言ってるけど確かにね期待すしてるところとか他人にある,あるシ,チシチュエーションではあるかもねあシチュエーションであるあるシチュエーションではある時はあるかもね俺もいついそうなんそうそう,そうだからそうざっくり言ってるわけじゃなくてうん俺だってただやっぱそれでも人よりは期待してないと思う絶対人よりもぜ人よりは絶対き期待してない俺他人に人に期待されたら答えなきゃって思ってしまう へえ、それ絶対ファックってなるっしょ。俺もうファックってのはお前、お前らとかに昔からコメントでさ、ねえ、早く曲発表してくれよとか、新曲良かったよ。新曲良かったよ。あの、ねえ、あお前、お前なんかいい、なんかもうとりあえず、なんか俺に対して申請があもっとなんかやってくれよやって、くれよやってくれよって。ねファンだったらそれはさ、期待するからさ、そういうコメントも昔から来るんじゃん。ねえ、もうこうなの。<laughs> やっぱ、やっぱこれはこうなるっていうのは、じゃあ、 これはありがとうの意味もあるからね。じゃあ、ありが、ロックの、ちゃありがとうの意味もあるから、これって。俺、単純に、やっぱ、期待してくれてたりと応援、応援って、なんかわかんないけど、応援とかもあるわけじゃん。ありがとうも意味、ね、ファックもあるし、ありがとうの意味もあるよ。うん、そうそうそう,そう。うん。昔から俺、こうやって,やってお前らに対して、そういう時、こんばんは。期待されると頑張らなきゃいない絶対俺はそう思わない、思わない。思うような人間かもしんないから、思わないようにもしてる、俺は。むしろ。 頑張らないように頑張れないよ、頑張れないよ、うん、言うて毎回勝手に超えてきてくれるからな、俺の才能が。うん、んまあまあ、俺に別に期待してもいいんだけど、それはファンだから期待するのは当たり前です。つらくて落ち込んでる時に、残ささんキャストにああ、じゃあ、こちらこそ。 頑張りたくな。中指で返してるような。いや、でも俺はお前らだけじゃないかんねじゃあ、俺は昔からそうなんだよ俺、けど本当昔からそうなんだよ。本当になんかね、命令されるの超嫌いなの。だから、ずっと言ってんじゃん。俺、単純に命令されるの、ほんと嫌いなの。め、ずっと言ってんじゃん、これ。命令されるの、マジ嫌いなの。さっすしてくるやつ。これさっきの話に戻るよ。おめえさ、てめぇ人に、人が、人にさ、命令してさ、あなたさ、そんぐらい、ね、あなた、ね、そんぐらいなんか偉いんですかって。 ね、人様に命令させて、ね、おもあなたの思い通りになるんですかバカなんじゃないですかっててめえの思い通りになるやつなんてなそんなもんよお前が熱心に育ったグッピーしかいねえやなこうやって、ね、グッピーこうやってあのこうやって水槽越しにこうやってツンってやったらグッピーこうやってピーって集まってくんだけどなるわけないじゃん、ね、グッピーとかしかいねえだろ え、グッピーもすぐ死ぬからな。自分が思って行動しても、そいつの言いなりみたいになるのは嫌だよね。いやいやだ,いやだ絶対やろ。俺、もうそういうの、本当に無理。生理的に無理。もう生理的に無理。うん。たまにはコメント読むファッキンだからうるせえんだバーカ。死ねな。昔よく頼りにしてるよって言われたことがあって、複雑な気持ちになってるけど、野呂さんはどう思いますか ににしててるるよしまってものくんにうるせえバカ俺はてめえのことだねえ頼りにしてるかって言ったら俺だって俺だってお前のこと頼りにしてんだよそれがよゲーム配信ばっかしやがっててめえはよってねうんえまあまあそのまあ、いいんですけどどれになるか知るならど,どっち選ぶ <laughs> 何,何や奴隷になるか知るならどっち選ぶってな何だよそのなんかそのわけわかんないさ死ぬよね <laughs> まあ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 、奴隷になるか死ぬって言われたらに、そう、択。ああ。それは死んだ、ど、どれ、ど、奴隷になんか死ぬかって言われただよ。その死に方にもよるよな。死に方にもよるよな。うーん。なんか、ボタン押して死ぬんだったら死ぬ、いや別に死んでもいいってなるかもしんないし。死に方にもよるな。うーん。だからこんぐらい考える感じになるよな、俺。別に死ぬ方を選ばない、一気に。 やっぱちょっと考えるな。うん。ちょっと考えるな。いや、奴隷になるっていうのも、いや、だから、それ、わけ、わけわかんない。さ、トロッコ問題みたいなのやめろよ。トロッコ問題じゃん、それさ。やめろよ、そういったわけわかんない。頭いい感じのさ、問題出すの。奴隷の働き方にもよるそうで、だからそんな、なんかよくわかんない。やめろ、アバウトな、ざっくりなさ、何の奴隷かにもよるしさ、やめろ。うーん、まあまあ、とりあえず、バイト終わりました。こんばんは、こんばんは。モ物クの奴隷か死ぬだったら <laughs>。 モノクンの奴隷か死ぬだったらモノクン奴隷でいいっす。モノクンのケツの穴な,な、いや、舐めたくねえよ。舐めねえよ。でも死にたくねえよ、そんなチョイスで。モノクンの奴隷になるか死ぬかの、その洗濯機で死にたくねえじゃん。どっちもやだな。ケツの穴舐めんのと死ぬどっちもやだ。どっちもやだな、俺。どっちもやだな。 まあなんかまあまあまあ、とりあえず、その究極やめろぜ、その究極のさ、二択。極論、極論やめろぜ、極論。極論なんかなんとでも出せんじゃん。うん、奴隷ってそっちで、そういう性奴隷とかそう,い,ういろいろあるだろ、奴隷って。ずっとゲーム配信を手伝いさせられるの、そんなんったらまあいいけど。ケツは死ぬ可能性もある、あ伝ツなら舐めたら死ぬ可能性もある。<笑><笑>うーん、モノクン、まあまあ、とりあえずそう。奴隷になるかモノクンが死ぬか。奴隷奴隷になるかモノクンが死ぬかだったら、奴隷になるかモノクンが死ぬかだったら、それは奴隷になるよ、俺は。 それ当たり前じゃないですか。もう大切な友達だもん。そのメンバー。ああ、ゆうのすけだってそうだよ。うん。お前らでもそうだよ。お前らでもそうだぞ、お前らでも。お前らが死ぬってなったら俺は奴隷になるよ。奴隷を選ぶ、ケツの穴舐めるわ。なあ、ケツの穴も別になあ、あのー、風俗で舐めたことあるから大丈夫だよ。あ、うん、走れ、メロスみたい。のこちゃん、のこさ、うん、あ、かっこいい。うん。だから大丈夫です。 あな、ありがとう。うん。だからまあまあ、この流れで急に感動すると思わなかった。いや、でも、いや、でも、これは真面目に考えてそうだよ。真面目に考えてそう、そうだよ。だって別にそうだったら俺は別に奴隷、奴隷選びますよ。うん。ケツの穴ってないセルグ、グ風俗で別にそんな穴る舐めとかね、逆にね、なんか、したことある,あるでしょ。されたこともあるし。ね、ピンサロ、ピンサロでしたよ。しかもね。しかも俺、ピンサロでしたんだよ。ピンサロでしたんだよ。ピンサロで, <laughs> サロで。うん、ピンサロでケツ穴舐めたんだよ。 アナル舐めしたんだよ病気にならなかった病気にならなかったっけちんちんにイボイボができたことはあるけど昔ね二十歳ぐらいの時ねうんいやオプションじゃないオプションじゃないオプションじゃないなんか最初ケツ穴舐められたの高円寺のさピンサロなんだけどさ高円寺のピンサロでもう本当にあれで俺がもうメジャーデビューしてからなんだけどまあとりあえず13年前とか10ね12年前とかの話なんだけど あの、高円寺のピンサロ行って、そうそうそう。あの、ケツ穴先に舐められたんだよ。うおーって思って。えー、って、ピンサロでケツの穴っていきなり舐められた人しかも可愛い、可愛い子だったんだよ。可愛い子だったんだよ。マジマジ。暗かったけど。いや、暗いながらに絶対あれ可愛い子だった。うーん。若い子だったしかも、絶対。そう、ケツ穴舐められて、そう、舐められたから俺も次舐めた。高円寺のピンサロはいくら指名料込みで8000とか、 9, とかだっけ忘れちゃった1万とかいったっけまあいいやとりあえずそんな感じですまあとりあえず俺のアナル舐めの話はいいっすそれは嬉しい洗ってすぐなら大丈夫なのかないや全然俺アナル舐めできるよ国もできるし全然僕はねそういうの全然できる人ですよはい うん、僕なんかね、海議大使で最近話したことでね、なんかね、びっくりされたことがあってね、僕、こんなことた確かに話したことなかったなと思って、あのいろんな政治上のね、僕の政治上の話してきて、そう僕って、チンコ入れなくてもいいんですよ。僕ってチンコ入れなくても全然あの不服ないんですよ、相手に。うんチン,コチンコ入れなくても全然大丈夫なんですよ。うんチンコ入れなくても大丈夫だし、そう、国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 ,国とか全然するし。 うん、国とか全然するしうんどう行くのえ行くときは乳首乳首とかいじってもらってこうやってああってしこってしこっていくうんいや別に尽くす側とかでもないんだよね俺じゃあちんちんいらんやんいやそんなことないだからそうこうやってわあってしこっていくでも俺ほんとそうだよ俺ほ,俺ほんとに昔かそうだよこれうん昔かそううん20代のととかうんほんとほんとそう そんなもんなんだ。いや、そんなもんなんやってか、俺はね、俺は。うん、それ相手満足なの。いや、だって俺は国とかするし。俺、前期好きだもん。俺結構だから、なんか、そう、前回の会員に対して、ノコさんいい人だねって。ノコさんってむずい,い,い人だねって言われたんだけど、そうまあ女性にとったら俺は、だからどっちかといと、とう、つく、つくす人っていうタイプじゃないんだけど、ただ、俺は全然、そうそう、そう国とか全然す、好きだし。うん。面白すぎる。女の人はめっちゃラッキーじゃん。でも俺はそうだよ。 昔からそうだよフェラーしてもらおうってないかいや別にフェラーとか別にしなくしなくても俺自分でこうやってやっていくときも全然ねそんな昔とかありました、ね。えー、今日バンスターでかまってちゃんのバンドスカーを欲しいって話になりました出してくれませんか切実にいやこんな話はちょっとい,い,いりません今ちょっと大切な話してるんでくにって偉いことなのかだってネット見るとさやっぱさインターネット見るとさあのさ君にしねえ男マジでさ多いんでしょなんなのお前らおい男おい君にしろよ なんだんだよなあマジなあなんでくんにってめっちゃ、めっちゃいいじゃんねえ、婚すんじゃんくにする側。婚しねえのかよなんかすげえなんかネットで言われてるよね昔っから君んにって。君にはするだろうなあでもネットってどっちかつさ、君にするやつのがおかしいみたいなさ、風潮あるよな。うん。君にが嫌がる女もたまにいる。下が、下が疲れるんだよって。お前なんで、いじり岡田みたいにやってんのかちゃんと。ええええ <laughs> いじり岡田ぐらいやってから言え舌が疲れるってエビの世界、えー、相手はそうなの、うん、だからネットでは昔から俺そんな風潮あるけどね風潮見るけどね、うん、君に男は君にするの基本的に、ね、嫌いなやつ多いって、うん、俺結構それマジかよって思ってさ昔からさインターネットでさ見てきててさ君にね君に否定派の男がいっぱいいるってだって君にいいじゃん君にするとさ だだってマンコだよ <laughs> ちょっとまあまあ今11時半だからいいかマンコが目の前にあってなめるってすごい興奮するじゃんだってこんなもんお前小学生とか中学生の時とか俺たちが夢見,たこ夢見てきたことだろうんいやけど本当にめちゃめちゃ興奮するじゃん俺はそうだよ今でもそうだよ俺は今でもそうだよ代代になっても40代にななっっててもも 死ぬ間際でも大切な思い出が一つ消えるか二度と君にできないかどういうことだよ確かに夢だよねまあそうだよ男にとってはさねまんげそった方がいいいやどっちでもいいっす今でもえけどフェラした後にキスすると嫌がる男死んだ方がいいああ僕もそういうのあれ経験はねやっぱ長いんでありますけど俺全然そんなんないからねあ俺それもないよフェラし俺が例えばフェラしてもらいましたその後もう病中します ベロ中しますようん。うん、ベロ中します。のこさんが一番最強、いや、最強っていうか、俺は結構、あの、尽くしてるつもりじゃなくて、俺は好きなんだよ、くんにすんのもベロ,ベロ中するとか、いろいろ好きなんだよ、前儀。俺、前儀好きなんだよ。本番も別に嫌い,嫌いってわけじゃないんだけど、ね。うん、のこさん、オフパコしないのいや、別に最近はもうしません。点で、も30歳になってから、20代の時はよく、ね、してましたうん、ファンとオフパコ。 恋キ,ングキス、ベロチュア好き、ノコさん神だでしょ、だから女性からしたらそんな感じでしょ、俺、別に言っても、別に尽くしてるっていう感じじゃないの、俺、本当に興奮するの。だって、けど男でもさ、あのさ、あの分かってるやつ、分かるやついると思うんだけど、結構、キスが、キスってなかなか興奮しないキス。キスって興奮しないおこれお、まあ女いい女女、女でもいいや、女でも。男性じゃ、女でもいいや、女でも。 キスってベロ中ってマジでややばくないだってベロがお互い絡み合うんだよあやばいよねあれあの行為あっヤいよなベロがさあのさ絡み合ってさとんでもねえ話じゃんしかもそれがさあの自分がさ狙ってた女で彼女とかにしてさみたいだったらねえそん時もそれだけですな射精してしまうみたいな感じあるようなうん我慢汁めちゃめちゃ出るもん俺 モノクンは前技好きですかモノクンはイキングキスが好きですえベロチュだけで子供できそうな気がするえ好きな人なら良い,いのかもねでも嫌いな人もまあまあいるかもね、うん、俺風俗で風俗でさ俺キスあの拒否されたこといっぱいあるよいっぱいってか、まあ、マジでマジガチで10回はある俺マジで10回あるよ、うん、えぇノコさんがこんなイケメンなのにって言うけどマジこれガチだよ俺10回あるよ 俺、風俗でキス拒否されたの。風俗で、ね、風俗で、あのそう、10回俺でも。これマジこれマジだかんね。風俗もそうだし、うん、国も拒否されたことあるし、まあ国にはなんか整理とかもいろいろあると思うんだけど、でもキス、そう、風俗ってキス NG じゃないよ。NG なとこも、まあ、NG なやつもいるかもしれないけど、基本的にはオッケーじゃん。あの、さそのね、なんか、そうそうそう、なんか、デリヘルとか、いろいろ。ね、うん、あのね、うん。 キスキオキ悲しいよ。何回言ったの今まで風俗。いや知らないよ。50回ぐらい言ってんじゃん。悲しくなるよね。いやマジで悲しかったよ。何だった,何だったんだろうあれほんと。ざけんなって思ってねえ。 だから、やっぱさ、俺何回も配信で話してるさ、俺の武勇伝がさ、やっぱさ、デリヘルよ、うちにデリヘル呼んでさ、この、ここの部屋呼んで、リビング呼んで、最初からなんかその女がさ、なんかさ、若い女、若い姉ちゃんで、まあ、ルックスもあんま良くてさ、若い姉ちゃんでさ、すっげーさ、なんかさ、あのね、初めか、初めなんか俺と会った瞬間か、らなんかね、ちょっとなんか、なんかね、態度悪かった。 俺もその時風俗大魔王だったからあれって思ってこいつ俺のこと嫌いなのかなってうぐらいそう,そうそうそうそんな他の子とかね今までね指名してきてそんなことなかったって言ってそう俺帰れって言ったやつ最終的にそうプ,レイプレイする時もさねそこのさあのさねあのこのさこのさテーブルの上でさねやったんだけどさこうやってさおっぱいする時もさおっぱいはやめてって言われたんだよ。 おっぱいやめてって、おっぱやめてってじゃあ俺心の中で言ってよ、本人に言えないから、おっぱいやめてって言うんだったらお,前おっぱいやめてってお前、それさ、防意に、ね、あのあの風俗、ドライバーの男にさ、先にさ、料金払う、な、あドライバーの男によ、おっぱいやめてって言わせろよ。伝言、ゲーム。 言語しとけよ男におっぱいやめてってそれお金払う時に前払いで払う時に男ボーイに,にドライバーに男に言われたら俺だって「おっぱいやめて」って言われたら「分かりました」ってちゃんとなるわそれでしかもや「おっぱいやめて」って言われてさすげえすげえまたムカつかれて ですなんだろその後さ、すぐも険悪な感じになってさ、俺もそれ聞いてなかったからさゃあ、あとさ、俺ちゃんと指名したんだよ、その時指名してさ、あの,ちあのさ千葉県のさ千葉,千葉市ってさ、俺今、印西市住んでんだけど、千葉市からさ、デリヘルだからさ、移動費だけで、そう城の移動費だけで7000円かかったんだよ、でデリヘルって結構お金かかるから、そうなんだかんだ、俺さ100 100なんか120分コースかわかんないけど、まあ、とりあえずト、トータルで俺5万ぐらい、4万円か、4万ぐらいかけたんだよ、4万円。 4万ぐらいからこうついて,るそこうついて千葉、千葉市から引退してもらそう6000円とか、そんぐらい、うん。トータルで俺4万円ぐらいかけたよ、4万。高い、高い、高い高いよ、高いよ、高いよ、高い、高いそうでしょだから初めから教えてくれたらいいのにさ、それがダメだったらさ、プレイがさ、ね、でな別に俺はさ、いいんだよ、いいのがさ、あのさまださ、あのまだね、まだそのさ、 クソミスじゃじあ、あのさ、ま、ま、なんで指名したって、かわいかったからね、パネルゲー、うん指名したの、あのそのウェブサイトで、ウェブサイトでかわい子だったからね。で、実際来て、ちょっとかわいかったよ。実際来て、ちょっと、あのか可愛かったよ、ウェブサイトで写真通り、ちょっと可愛かったよ。ねえ、そうそう、可愛くて、でだったんだけど、まあ、とりあえず、俺、俺、とりあえず、とりあえず、いいんだよ。いいんだよ、別に、おっぱいがどうとかってのは、ね、無理だったら無理で、無理だったら無理でいいんだけど、 何が俺ムカついたっていうと、まあ、そらね、前もって言ってもらいたいってのもあったし、整理前とか、まあまあそういったのもね、前もって言ってもらいたいともあったし、まあちょびっとあったし、何よりも、すっげえ、あの、俺に対する不快感を感じたわけ。態度で。それ。それに俺超ショック受けて、プレイ中も。うん。もう最初からなんだけど。 クレームなんか入れられるわけねえだろお前、チェンジとかさ、ね、チェンジでとか、あんな都市伝説だろ。チェンジとかお前、そんな都市伝説だよ。お前、チェンジなんかできるわけないじゃん。いや、できないって。いや、チェンジなんかできる男いないって。うん。無理無理、あの都市伝説でしょ。そう、そんな風に人から拒否されて急つ、そう、俺めっちゃ急だから急ついて、俺だから、そんなないよ。だからそれでさ、俺さ、あのさ、 その後、タバコ吹かして、帰れ帰れって。そう。いや、あこんな怒なってないわ。怒鳴ってない、怒鳴ってない。こうやって、タバコ吹かして、帰れ帰れもう帰れもこれ、これ、本当にこれ。帰れ帰れうん。もう帰って。うん。もういいから。帰れそれで、一気に、そのジョーもテンション下がって、暗い顔になって、はい、わかりました。帰りますよ。<laughs> で、とぼとぼ帰って。 俺も何のこっちゃいって思ってよ。出禁ちゃって、いや出禁にはなってないと思うけど。うん。ねえ、最後にふてくされてるよやふてくされてんのは俺だよ。そう、逆ギレはその時されなかった。いや、返金とかないないない。返金とか、だから頼まないってそんなに。チェンジとか返金とか。いや、怖い怖い怖い。怖くてできないよ。怖くてできない。 何歳の子でいや何歳かどうかしないけど結構,結構なんかまあ見た目なんかけど分かんないまあ二十歳とか十二歳十二歳とかそんな若い子だったよ見た目も別にねまあまあかゆくて前、まあ、まあかゆかった、うん、確かにこれ何だったのって感じだいやでもだからそうそうそうああでもそうそうブチギレたの風俗で俺ブチギレたのその時だけだよほんとにやかわいから許,許さねえよお前許すわけねえだろ ね、気をついたんだよ、俺は、めちゃめちゃ。だから俺が帰れってよ、相当で。だって、帰れっていうのも怖かったんだから。ね。ヤクザが怖いってさっきコメントあったけどさ、やっぱそういうのもやっぱあったりするんだから。俺、帰れっていうのもだってこ怖,が怖かったけど、それでもめちゃめちゃそれを通り越してイライラしたから、ね。もう帰れって言ったよ。うーん。そう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 。いや、人に怒るの怖いよねって、だから風俗場に怒るのは怖えやん。 えー、見た目より気遣いとたのあどな、お金払って気をついて踏んだり蹴ったり。いや、だからそういうとこもありますよ。なるほど。まあそういう娘は口コミないよね。まあ確かに、そうかね。殴ればよかったのに。何言ってんだよ、お前。殴ればよかったよりとかさ。絶対できないくせに、お前ら。男よ。な、殴るとかさ。お前、風俗上に。な、うーんね。ね、できるわけねえの。殴った瞬間に、お前、あれだぞ。まあ、セシアカーザス。ね、ボブサップみたいなやつ出てくるんだぞ、お前。 その後まボブサップみたいなやつ出てきてボコボコにされるだろう、まあ、ボコボコにはされないかお金めちゃめちゃ殴ったらもうやばいよ殴ったらもうボコボコってうかもうか損害賠償でボコボコにされるかはない、うん、損害賠償でねえうちうちのうちの子 こんなに顔腫れちゃって、どうすんのどうすんのどうすんのこんなに腫れちゃったですよ。俺も舐められながら説教したことある。お前、お前最低だな。お前最低だな。舐められながらってお前フェラされながら説教したんだろ。お前最低なおっさんだな、お前。なんでお前フェラされてんのに、ね、お尽くしてくれてんのに説教してんだよ、お前や。お前みたいな奴いるってなんか日常に見たことあるけどや。お前、そんな奴いんのか、お前や。お前最低だな、お前や。 いつまでもなんか、日茶で見たことある、お前。なんかさ、ねえ、ジョー、ジョーに説教するおっさん。ねえ。お前さ、お前ジョーだってお前そこらが頑張ってんだからよ。なあ。最低だ、お前。ごめんねと、あの時の、ごめんじゃすまねえお前よ。なあ。えー、っと、最低、いや、最低やよ。えー、まず、爆災で調べると言う。知ってるよ、知ってる知ってる爆災で調べると言って。で爆災は見たくない。爆災見た瞬間になんか、ねえ、なんか強盗に合いそうだから。<laughs> 爆災って犯罪者ばっかりなイメージあるから。<laughs> <laughs> えーっと、都市伝説の説教台、どんな説教したんだろう、えー、爆災見ないのやら、爆災いや見たことあるけど、あんまり見たくない、爆災えー、っと、国が咲いてて、えー、脳澤だと頼むお休みなさい、えー、なんでこんな仕事してんのとかおおあ、そうそうね、なんでこんな仕事してんのとか、そ木久扇さんいるらっしゃいね、そう,そうそう、俺もそれネットで見た。 えー、バックサイドでここ時々「あ」とか言いつつ説教かなどんな感じやバックサイ参考になるよだからそれ知ってるよバックサイが一番ね風俗のね参考になるってこの国うるせえよさっきからそのてめえ見たいロボコップだよほんとにいや、ね、ロボコップだったらお前この国終わってるっつったらてめえはそんなん自分でなんか解決しろよお前何 <laughs> つう名前だよバックサイド王の悪口ばっかいやそれだってそんなん上の悪口とかアイドルの悪口とかはそんなんさバックサイでもそうなんだけどさたぬ掲示板とかもそうじゃん タヌキ掲示板とかでタヌキとかね、タヌキとかあれだよあのバ,ックバ,バックサイトとか、まあ、どっちかっていうとあれタヌキの方が多いんじゃないタヌキの方がうんえー、っと一番使ってるエロサイト何ですかファンザに決まってんのはちゃんと買ってるわちゃんと買ってますよお前らなんかツイ,ツイッターツイッター動画ダウンローダーとかさなんか見たりしてんだろな俺はそんな見てないからねいや、違法違法ダウンロードしてよな うん最低だなえー、裏上げ下げじゃないのいや俺はだからちゃんとファンザで買ってますよファンザで買ってますからえー、最近は空族利用してますあしてます、ねえー、明日西川口行こうぜ西川口いっぽいね VK たぬきはお昔のイメージだった無料無理無理を見てるアーティストを信用できないねそうだろ当たり前だろだから俺は,俺はちゃんとあるファンザで買ってるから ストップリの曲良かったもっと最低にファンザミンの子ダウンロードランキングが今野球の画像で埋まってるのあそうなんだへえざまあみろねえ大谷でしこってろや10円生さすがツイッター動画ダウンロードランキングまあとりあえずまあいいや、はい、あのねとりあえずねまあ,あの大谷のね今ね WBC の話ちょっともう12時じゃん俺こっからパソコン配信ちょ今日,今日配信ま深夜2時くらいになるな配信の終わり深夜2時とかになるなまあいいやまあまあ全然久々なんでまあ明日日曜日だからね お前らどうせ休み多いだろう。うん。社会人の方々。ねニートとか、な。うん。大谷の欠点探し言ってないが、大谷の発音間違ってるよ。だからそれ前も言われました。もう忘れたよ。閲覧少し増えたね。何か。あ、500, 本当だ500人だ。増えてる。閲覧500人増えた。さっきまで300人でね、ね300人だったけど、これだよ。でもこれだよ。けどこれがやっぱ500人なんで、俺は。俺は500の男なんだよ。なあ うん、300でね、お前らさっきコメントでさ、なんかさ、もう新生かまっちゃうもなんか捨てれちゃったのかねみたいなコメントあったけど、バカ言うなよ。うん。バカ言うなよ。うん。今これがゴールデンタイムなんだよ。土曜日のこれ。ゴールデンタイムにある500行くんだよ。500の男なんだよ。ね。バカ言うな。春で病んだから戻ってきた。捨てれてねえわ。なそんなコメントあったってあったろ。曲出した直後は消す。いや、そんなことねえよ。 僕の戦争直後は何人いたあ ?700 人 <laughs> だからさっき言ったけど僕の戦争さ「進撃の巨匠」のさ主題が決まりましたの最初の話700人だかんねん <laughs> 700人だよど,どういうこっちゃいどういうこっちゃい意味わかんねんそこ1万人いっとけようーん風俗の話がいいのかってわかんねんこれくらい閲覧増えるときって抜ける人が少ないらしいえいじめっ子と同じクラスにならないか心配 いや心配してもしょうししょょううううこんなもんもも神のはねえよ。いじめっことってそんなんさ。ね、俺もすごいね、それ祈ってたよ。ねえ、うんね、クラス替えとかせぎ替え最、クラス替えとせぎ替えってマジ最悪。いや、ほんとにね、クラス替えとせぎ替えマジ最悪。よっさん何競馬の時何ということあのクラス替えとかせぎ替えとかマジ最悪。 だから俺もこれさ、配信で行ったことあるけどさ、俺だからさいじめ、ら中学校の時もいじめられて、小学校、中学校いじめられてて、あ中学校の時にね、中学時代、中学2年生の時かな、確か中学2年生かな中学2年生の時かなんか忘れたけど、そんぐらいに俺誘拐したの。誘拐して、俺誘拐したらさ、あの、クラスのカースト制度、あの、もう一番高い女がいたわけ。まあクラスってかもう学級結構学、もうこの学年で。 うん学年でやっぱ一番高いレベルの女がうちのクラスいたんだよ、そん時で、そいつがさ、あの俺の隣、席替えでね、俺の隣になってさで、そしたらさ、そしたらそう、ね、何回も話してるでしょそしたらさ、そいつがさ、うわぁ、マジ、うわぁ、こいつやなんだけど、いや、キモーい、キモーい、やなんだけど、うわぁ、うわって泣き出したんだよ、そいつらと マジこれ泣き出したんだよそいつ。えっ、ー、えっ、ー、えっ、ーえー、って。なんか、えっ、ー、ってもう嫌なんだけど、え嫌、ー、なんだけど、ねえねえ、ねえ、あけみ聞いて、あけみ嫌なんだけどって、なんか近なんか同じ、しかもさ、同じ半に、一班、二班、三班って感じだったじゃん、俺たち、あの小学校、中学校ってすいかい、1班、二班、三班みたいな、俺、一班、一班、確か一班、一班だったんだけど、一班の中にさ、そいつのなんか相棒みたいなやつもいてさ、そう、一班に俺の後ろの席かな。 後ろの席か。ねえ、うああ、嫌なんだけどえー、みたいなさ、ねえ、嫌だよね、みたいなさ、ほんとさ、マジクソだって、ほんと、俺、その時ずっとヘラヘラしたはははってこん、こんな顔しないけど、はははって、もう心はずっとほんと、号泣ですよ、当然、心は号泣だけど、ほ、うんと、本当ずっとヘラヘラして、はははって, <laughs> って、うんで、そいつも,あのもう、あれ、これマジだよ、これこ全部マジか。そいつ、俺の席、離して、 かなり、もうほんと、1メーターまでいかないけど、30センチ話したんだよ、そいつ。最初。マジ。最初、マジで。うん、最初ほんと30センチ、40センチぐらい話してて。うん。もうずーっともう最終的にフテックされてくれて。で、翌日とかさ、うん、もう翌日でも、もうな,なんか、何週間か続いたよね、それ。何週間か確か続いた。俺もちょっとうろ覚えだけど、何週間か続いた。うん。なんか最後の方はなんかね、 最後の方はどうなったんだっけまあ、最後の方も別になんか俺のことは嫌い嫌い嫌いあったんだけどまあ、そこまで言われなかったかもしれないうん最後の方ってなんか結構まあ何回使ったからね正解してうんでもさいそう最初の方とかもうすごい過剰にさそうあと翌日投稿したよその翌日もはっきり覚えてるその正解して翌日俺帰り道泣いて帰り道泣いてで翌日また中学,中学校投稿して朝朝ね7時半か8時とかい なんかくく教室入ってってそれで席行ってそいつまたその女グループ女グループ行ってさ女グループそいつの俺の取り合う席の女グループ行ってさねえあんたみたいな感じで確か言われたあんたみたいななんかそんな感じうんあんたほんと近づかないでみたいなみんその 3, 3人3人ぐらいだっけな当時3人ぐらいでなんかうんもう、うん、はいはいなんかうんうんうん分かったよってうん分かったよ確か僕言ってうん分かったよって,確か僕言って はい、はいとか、はいとかじゃないもんね。うん、分かったよって、確かに言ってうん、うん、分かったよって。うん。いや、これ、ほんとに、まあまあ、これ、こんな話、結構何回かか、何回か、ななな何回かあかんねお前、おかいい。いや、別に、この話は別に、まあまあ、一つであって。もう、佐藤、佐藤、佐藤の話とか、ねえ、マジでえ。まだ他にもあるからな。 うん、あと、佐藤だけじゃなくて、俺たぶん小学生の頃もいじめられたから、やっぱり佐藤もさ、あのさ、スクールカーストさ、結構さ、学年でも上の方のやつだったの。学年でもね。だから、そういうやつにいじめられたから、やっぱそういうやつがいじめると周りも合わせるじゃん。そう、周りも合わせるじゃん。ね。スクールカースト上のやつがさ、いじめられると、そう、周りも合わせるから、そう、周りのやつもさ、そう、あれみたいな。 そうそうそうあれこ、こいつ別にそんな、俺に対して、そんな前はそんなこと言ってなかったよねみたいなやつが、どんどん俺のことはぶってってみたいな、みたいな、そういう,そう,いうのもあった、だから阿部君だけだったんだよ、阿部君って、まあまあそうそうそう、阿部君っていう人がいて、僕、友達で、阿部君だけはね、違ったんだよ、俺にとって阿部君だけは、阿部君っていう友達がいたんだよ、俺にも、俺にもこんな俺にもいたんだよ、阿部君っていうのが。 うん、俺 4, 4丁目住んでんだけど俺4丁目ここ4丁目安倍くんは3丁目住んでてそうそうそう小学 1, 1, 1年生の頃からそう小学1年生2年生2年生ぐらいからそんぐらいで一緒でそう仲よ仲良くてそう安倍くんだけはね変わらなかった武田くんは武田くんはモノんと一緒の東京学館の高校のやつでそっから取ってるだけ武田,武田はまた別 ああック、アベそう、アベくんはけど、あいつだけ、あいつだけはほんと変わんなかったな。でも、だから俺にもそんな、なもうそう、変わんなかった。まあ、変わんなかったって言っても別にめっちゃ、なんか、あいつ、あいつとね、一緒のやつじゃないからす、あ一、一緒のクラスじゃなかったから、そう、アベくクン。アベと一緒のクラスだったら、アベくんもわかんなかったけどね。アベくん一緒のクラスじゃなかったんだよ。その後、結構。小学生の頃なんか、1、2、3、4、1、2、3、ん ?1、2年、あ、さ4年生ぐらい、 4年生ぐらいまで一緒,一緒だったんかな4年生ぐらいまで一緒でその後クラス一緒じゃなかったから阿部君、そうそう安倍くん今何してるの知らねえよ、阿部君が今何してるかなんてうんまあとりあえず阿部君はそうそうそう、まあ、そういったでも本当にねまあちょっと話戻すと本当にその時のねねやっぱ,、ね、や,っぱやっぱ小学生お前らも今リアルタイムでいじめられてるやついるかもしれないけど本当にね まあ、やっぱななな、なんて言えばいいのかね。俺はなんて言えばいいかわからないわ。まあ、なんて言えばいいかわからないよ。お前に対して。なんて言えばいじめは狂うよね。まあ、狂うし。だって俺の場合ってさ、やっぱ芸術でアートでもってさ、やってるからね。別にみんながみんなアートでこうやってさ、俺みたいにさ、夕方のピアノだっ,ったら、佐藤だったら死ねよ、佐藤ってさ、みんながみんなそれを持ってるわけじゃないからな。表現。やっぱ芸術にこうやってね。 ゲ術に吐き出すってのはすごくいいんだよ。でもまあみんながみんなそれを持ってるわけじゃないし。まあただただやっぱただ一つだけやっぱねまあいつも言ってみんなも多分言うと思うけどさ、いじめらたせいで人生狂った。まあまあ全、ね。まあ。うーんまあちょっとなかなかな。うーん自分もだからさ、ね。 昔、たなんか何回か考えたことあんだよ、俺もさ、だからさ、このアートの芸術の才能とか、ア,アート、アートなかったらって、パターン、アートなかったらパターン、うーん、いや、それは本当に、ね、うーん、ずっとそれこそ、ね、俺は曲でだって吐き出してるから、学校に行きたくないとか、夕方のピアノとか、ね、今でもライブで歌ってよ。 なかったらいやこわこ怖いって何あ俺,俺怖いっていうか、まあ、だから引きずってたんじゃん、うん、俺はやっぱ曲で作品でやっぱ吐き出してるからまださ、うん、今でも俺夢には出るんだよ夢には学校の夢よ,よく見るから佐藤とか出てくるんだよた,たまにねたまにだけど、うん、でもそれでもさ芸術的なセンスがあるだけでそれを吐き口にできるね安阿部んは前技と本番どっちが好きうるせえんだよバカ野郎。 吐き出すの大事だよね焼肉クソみてえなコメント打つやつもやめろ本当にブロックするぞート一緒ができたねどの職場に行ってもいじめられるが結果的に今あっちんぼしてるよああなるほどねトラウマだって植物なのか夢でも出てくるのか、えー、夢でリセットされるよねいや俺だってニートとかもそうじゃんこれやっぱ俺もそうなんだけどやっぱがもう学生時代ね夢本当に見るうんもうほんと今でももうずーっとうんずーっと もうこれ10代の頃からそう学校辞めてからうん16歳の頃からずっとそう16歳の頃からずっとそううん夢の中で泣いて自分で泣いる学校の夢は私も定期的に見るよそれニートだからじゃないまあわかんないニー,トはニートは特に見るっていうよねニートニートは俺もなんかわかんないに、まあ、ニートじゃないけどニートみたいな、ね、生活してるわけじゃんあるし毎日のように見る人生において印象強いもんねまあまあそれもあるしね あ記憶に根付いてる家に出るくらいの経験夢にいや夢に出るくらいの経験夢は記憶の整理っていうから私も学生時代の夢見たくないでも俺めちゃめちゃめちゃ,めちゃ見るよホン一番見る思い出したくないそうだからすげえ出てくるのその時のガキ大将のやつとか学校のガキ大将のさね佐藤もそうだしガキ大将のさそうあれなんかその時その,時の小,学小学生とか中学生とかの登場人物出てくるんだようんマジで小学校中学校高校の 時のね、出てこないんだよね。うん、モノックは別に今でも付きあうから出てくるけど、高校の時のですね、高校の時は別にいじめられてはいなかったんだよ。まあなんかね、スクールバスでさ、ね、スクールバスでロックバンド部でいじめられたりはしたけど、ね、ちっちゃいちっちゃいいじめあったけどさ、ね、スクールバスとかで、ね、女に女とかにさ、なんかめっちゃ言われたりとか、そうそうそう、ちっちゃいちっちゃいなんかいじめみたいなものあったけど、そうそう,そう、そんなん別にそんな感じじゃなかったの。うんえー、っと、 だから出てこない、だからなんかもしんないし、俺、本当に小学校、中学校のメンツが出てくるもん。うん。だから、そういうことか、そういうことだと思うよ。絶対そうでしょ。いじめられたからでしょ、小,小中で。うん、俺言ったら幼稚園の頃もいじめられたけどね。塚本直樹に。ね。これ、千葉銀もだから知ってるね。塚本直樹。モノ君も知ってるよ。塚本直樹ってやつに俺、いじめられたんだよ。俺、本当、俺、だから、幼稚園、小学校、中学校っていじめられたもんね。塚本直樹は別にさ、あいつはさ、 うん塚本直樹は別にま、まだ、あまあ、まあまあ、結構、まあまあ、結構なかなか幼稚園っぽいいじわるされたけどね、俺、俺結構泣かされたもん,うん、泣かされたもん、そう、千葉,千葉銀が老が夫婦圏でい戦ってくれたんだよ、あいつ、千葉銀が、勇ましいから、くらえ、老が夫婦圏って千葉銀が、そう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 。 塚本直樹がサッカー、サッカー場で、ね、カメハメハーとかなんかわかんないけど、ね、やって、千葉銀がロガ夫婦弦で、絶対や、絶対やむチャだから絶対負けるじゃん、千葉銀役。でもち、千葉、千葉銀、なんか勝ってたよ。千葉銀結構勇,勇ましかったんだよ、あいつ。千葉銀いいやつだな。いや、俺の、いや、違う、俺をかばってじゃないんだけど、塚本直樹って嫌なやつだったんだよ。 嫌なやつだった。千葉銀もだって、千葉銀もだって、だって配信で聞いたことあるやつらあね千葉銀と一緒に配信してさ、塚本直樹の名前出してさ、ね、あいつマジクソだって言ってたでしょ。千葉銀も配信で。<laughs> そうそうそう。うん。うん。いや、塚本直樹はモノくんも言ってるよ。モノくんも、そう、モノくんも塚本だけど、あいつはクソだったって。あいつはみんなから嫌,嫌われてて、最終的に孤立したって。うん。うん。牢が夫婦系懐かしい,い。いじめられてる時の夢見てるときって、自分の性格をいじめる時に戻るような。 えあーあるーあるー、えー、卒業アルバムま,ま,まだ一回も開いてないそれは俺もう捨てたもん俺捨てた卒業アルバムやむちゃけど動画あるって何、えー、学年に一人はいるやつそういう人、えー、千葉そんなクソな幼稚園児がいたのか、うん、塚本なわけやそう、うん、モノ君にも聞いてみモノ君にも、うん、モノ君も本当にそうやって言うからいつも、えー、と約10年のいじめ長かったね小さい時からそんな意地悪いじわるってどういうことなんだ いやーどういうことなんだろうね、俺ね。なんでさ、俺っていじめられたんだろうな。いや、俺ってさ、なんかすげえターゲットにされ、だから幼稚園でさ、やっぱさ、そういったつかもたなきもやられて、ね、では小学生で、ね、あの佐藤とか、ね、小中小中学生で佐藤一派にやられてさ、小中で佐藤一派。で、佐藤一派だけじゃなくて、さっき言った女とかさ、ね、他の連中とかもはぶられてよ、ね、教室で、学校で。うーん。 いや、なんかね、なん、な、なんなんだろうな、マジな。可愛くて優しいから。いや、俺はかわい可愛い天使のような人だったよ。今こんだけイケメンだよ、若い頃、ね。天使のような。なハゲハゲ、だって俺ハゲハゲ言われたんだよ。お前、お前ら今でもハゲハゲ言うじゃん。ねうん、ずっとハゲハゲ言うじゃん、俺のこと。俺、小学生の頃からハゲって言われたんだよ。うん。大島ハゲって。うん。大島、お前、ハゲてるよねみたいな。 なんかそんなこと言俺ねお女にお、女にもね、塚本直樹とか、塚本直樹じゃねえよ。あの佐藤、佐藤とか、佐藤一葉。佐藤一葉とか俺、ほんとにもう、名前だって俺はさ、覚えてっかんな。ぜえ、な、堀江とかや、な。うんやっぱこういうの忘れないよね。うん。ね、堀江沢口、ね。あとは高橋、な。もうここら辺がまず、もうやっぱ佐藤一葉の。ね他にも、まあ、いるけど。うん。忘れねえよ、な。 うん、全員ね忘れないよねイケメンだと男はしてそうやって無自覚に女を傷つけてたとかあんのかねイケメンイケメンイケメンだったって分かんないけど地元まあ分かんない俺も結構やっぱ本当にドインキャだったからターゲットにされやすいのはあったかもねまあったあったろうね、うん、俺は本当にマジで無口のドインキャでなんかまあなんか分かんないけどドインキャでなんかねえ うん本当にずっと星のカービィ描いてる人だったから、漫画、星のカービィの漫画描いてる人だったから、俺、小学生の頃から、うん、俺、本当に小学生の頃からずっと星のカービィの漫画描いてて、あのこれ、20、だから20巻ぐらいまで自分でホッチキスホッチキス止めて、ホッチキスで止めて、20巻ぐらいまで、そうそうそう、20巻ぐらいまで、そう、タンスに飾ったんだよ、俺、それ家で、タンスに、ホッチキスで止めて、かなりずっとだからやってる。 えー、大谷もカービィ帰ったってどういうことあ、大谷もカービィっかうん、かわいいかけっこだ、うん、もうないのそれ多分ないないと思うそれ、その本は俺は小学,生中小学生の時か小学生の時って、うん、20巻ぐらいまでうん、30年前、えー、オリジナル作品うん星のカービィの物語っていうさやつうん、そう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 オ,オリジナルストーリーだよそれでうん、星のカービィばっか書いてそう えー、お大人小学生の頃の自己紹介帰ったのカービィやすぎなんとなく雰囲気は普通の人と違ったんじゃないいやーそれは違ったところあると思うけどね、うん、あと大島宇宙人って言われたし俺 OS 宇宙人って曲あんじゃん俺が楽曲提供した電波女にあれはもともとだったら大島宇宙人って俺があれ言われたからで、ね、大島宇宙人って俺それもあの小学校中学校だっけどっちだっけまあどっちもいいけどまあとりあえず大島宇宙人ってそう、うん、それも言われたんだ俺ううん、えー ん目が大きいからいや、目が大きいからもそうだし、わかんないけど、目が大きいからっていうか、どっちかっていうと、やっぱなんか、宇宙人っぽいみたいな。だから、要するにそういうことじゃないなんか、変人みたいな。やっぱ、変人みたいなとこはあったと思うけどね、俺もね。自分、まあ、自分を思い返して、ちょっと、思い返して、まあまあ、そういったところやっぱ、あった、やっぱ、なんか、結構なかなかね、そうそう、俺もなんか、うん、癖がある人間だったから、だったと思うから、マジで。うん。 なんかね、俯瞰的に見ても、うん、その時を思い出すとね、自分を。うん。うん、えー、作品にひとされせたら最高お兄ちゃん、兄貴はいじめられてねえよ。兄貴はいじめてもいないことを願う。兄貴はだってドキュンだもん。<laughs> 兄貴はどっちかって、だってバイ,バイクだよ。バイクバイだってバイク乗ってたんだよ、あいつ。バイク。うん。バイク乗ってるあ、あ学校行ったりしたんだよ。あいつ。マジマジ。 中学生の時はそうだっけ中学生の時は確か,かないと思うけどうー、中学校はないと思うけど、どうだっけでも、あいつけどバイ,バイクでね,あのね高、高校か中学中学校行ってよ、バイクで。同、うん、まあ、同級により、うん。いじめられな <laughs> めるなんてねえだろ、あいつが。あいつがいじめられるなんてねえだろが。 うん、あるわけねえだろうが兄貴いたんだそうで兄貴今今ずっと土方作業やってるよ兄貴今何してる土方今だからあの解体業兄貴はうちの兄貴はずっと解体業やってるもうかれこれ20年間解体業やってますだから20年間あってない俺、うん、最後に兄貴あったの18歳ぐらいだからそう17歳とか18歳だから約まあだから20年間で20年間会ってないムキムキになってったの兄貴元々だってムキムキ,ムキ,ムキで空手やっててさ兄貴ってめっちゃ強かったんだよ兄貴 空手帯黒帯まで持ってないけど結構いい,いいとこまで段とかなんか黒帯,帯持ってたんで兄貴空手の大会あいつうん音楽活動知ってる知ってる人当たり前知ってる知ってる親父が親父が引っ込んでるうん だからこの前も言ったじゃん。兄貴だから俺が最近さ、ね、この前のフリキャスでも言ったじゃん。兄貴がだから最近のね、近況をさ、なんか別にこっちから聞いてもいないのに、親父がなんか,か、なんか俺にさ、LINE で教えてくれてさ、そう、兄貴がね、最近ね、近況で、そう最近ですよ。160万円のロードバイクを買ったっていう <laughs> <laughs> ー。うん、兄貴。 160万円のロードバイク買ったんだって、兄貴、それが最近の兄貴の、ね、バイクじゃないんだって思っただから俺、俺、バイク、そうそうそう、またバイクなんか、まあ、ロードバイクってあれ、自転車だよ、多分自転車、自転車、うん、自転車、バイクじゃない、自転車、だからロードバイクは自転車、すっげえ、なんか、空、空浮くような、そう、空、空飛ぶような、なんか、自転車、そう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 、えー、っと、兄貴はぶ、風俗行ってないの、最近、物騒だから、そういうこと言わない方がいい、何言ってんの、バカなの、死ねやてめえ。 ああ物騒なこと言ってんだよ、バカやろ。ロードバイクか、おでこのシワってライブで誘拐したとできたんですか、あ,あ、ここはそうです、えーと、出世してるんだよ、兄貴。いや、だから、兄貴はだって20年間、解体業ね、家をぶ,家をぶっ壊す仕事してるから、ね、素手で、<laughs> 空手を生かして、うん、だからかもうか,かなりベテランだろ。だって、言っても解体業で20年やってたらさ、それは結構年収いいでしょ、年収ね、年収絶対いいでしょ、ノコありがとう、うるせえ死ねバカ うんえー、お兄さん、役職ついて、いや、そうでしょ、ベテランでしょ、いい、いい、結構も,もらえるでしょえ、解体業とかやっぱそういうのってさ、結構20年もやってるら、親方、親方ぐらいになってると思うからさ、兄貴、ね、パジション分かんないけど、親方ぐらいになったらさ、やっぱさ、ね、かなり儲か儲かってるでしょ、だから160万のさ、ロードバイクとか買ったでしょ、結婚はしてないんじゃない俺は聞いてないよ、うん、結婚はしてないんじゃないうん、そう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 。 大谷は人を倒しして満足したのうるせえんだよさっきからわけわかんねえコメントしやがって、えー、兄ちゃん根性あるわいや根性あるよ当たり前じゃん、えー、根性ありますよ絶対まあまあちょっとわかんない、まあ、兄貴兄貴も丸くなってるからねうんとりあえず兄貴に会うのは怖いです、はい、でも丸くなってるから大丈夫だと思うけどねうん兄貴も丸くなってるからね大丈夫だと思うますけど極めて兄社長になってるからもわかんないそこら辺の情報ほんと知んない余裕ないとロードバイクそす当たり前の160万だよ うん、多分車とかもあいつ絶対買ってると思うし、車とかバイクとかそれこそね。うん、それもいいバイク買ってると思うしさ、ロードバイクで160万かけてるぐらいあったら他にもかもっと金かけてるっしょ。ねえー。っと、ミュージシャンになってなかったら何になってましたか配信者。うん、音声バイトして配信者。すっごいや、160万。ね性格はいいのいや、だから俺が覚えてる兄貴なんか癖やろだで。 クセ野郎で俺だ、兄貴,俺だ俺兄貴と、だから、本当に、もう仲悪かったもん。口も聞きたくなかったもん。うん、う本当。うん。口も聞きたくなかったもん、俺。うん。兄貴。うん。えー、兄貴配信出ないかな出しません。腕時計とかも買ってそう。弟が有名アーティストだって兄貴もドキドキしてるかもしらん。兄弟揃って勝ち組だね。お兄ちゃんいくつだっけ ?4 つ上。だから、俺今37だから、41歳。41。 野呂、えー、さんの活躍うれしいと思うまあそういったのは全然ほんとに聞いたことないけど兄かまちゃんライブ1回来たことある1回来たことある、うん、それはおやじ親父から聞いた、うん、他にも実は来たことあるかもしれないけどかい、えー、いわ,けわかんないその1回は1回は芸術や顔にうるせえなこいつはほんとにさこういう子わ訳わかんない連トやめて気持ち悪いからえー、っとお姉ちゃん惜しかったあーやっぱそうでしょやっぱ兄弟いいる人はやっぱおおお妹とかお姉ちゃん 欲ししいってのあるよあるるよでしょ俺だってさ別に結婚とかさね全然しないと今後もしないかもしんないけど分かんないけど例えば俺が結婚して子供を産むんだったらやっぱ女女がいいもん女うん男が生まれたら母に捨てるって何か言ったじゃん俺昔からねうん男が生まれたらそのまま母に捨てるってねっに別に捨てねえけどさそうそうそうやっぱ女が女がいいもん うん、やっぱそれは男社会で育ったから俺がお兄ちゃんいいじゃんうんいやらしい顔してねえだろ娘の彼氏がバンドマンだったらどうするいやだってそれは別にさもうしょうがないじゃんそんないっぱいさエッチされてもさ苦にされてもそれは自分もしてきたことだし あお兄ちゃん欲しかったよ、お兄そこで俺はなんか言わないよ。千葉銀と最近会いましたかあいつマジさ、連絡くれないんだよ、千葉銀。一緒に飲みに行こうなって去年さ、行ったのにさ、モノ君と3人で。あいつ連絡くれないんだよ、マジ。千葉銀いや。みんな女の子来たんですね。待って飲み会、配信外で飲み会。もうあいつさ、ふざけんね。女の子は父親になっちゃうよ。のっは、忙しいの。まあ、忙しい、まあ、でも忙しいことは忙しいんだろうね。うん、千葉銀はね。 たったん下の子だったら妹欲しくないってね。ね妹とりあえず、だから妹とか、女が欲しいんだよ、女が。男社会に生きてきたから、これ分かるだろ、男社会で生きてきたやつ。逆に女社会に生きてきたやつは男欲しいってな,な,なるんじゃないの、うん、俺は男社会に、ね、人生生きてきてるから、そうそうそう。うん、だからおお、女。あおでしょ俺はマジでお兄ちゃん欲しかった。えー、弟、マジでいらない えお兄ちゃん欲しい内臓おねだり。 わかるお父しいあわかるほら兄貴が、女しかいないから、ら男欲しいなるほど、弟いけるお兄ちゃん欲しかった。なんだよ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、わかるお,お,お兄ちゃん、女社会で生きてるお,お兄ちゃん、お兄ちゃんしお兄ちゃん弟弟弟一人っ子のお兄ちゃん欲しかった。弟でも頼りになる。誰もいらない、一人っ子でいい。お兄ちゃんとか、いや確かにあこれわかる、えー、あれとか弟で一番バランスいい。何もおねだりか、お兄、のこ,ちゃんのこちゃんのお,お兄ちゃん、のののこちゃんのお姉ちゃんになりたい。何なんだよ。でも双子の一世が最強だと思う。弟は わ姉とか可愛い上の子だから姉があああ分かったどうでるせえや分かったもう,うるせえや,うるせえやおめえらがお兄ちゃん欲しいとかお妹欲しいとかどうでもいいんだようるせえ3つぐらいで終わったさくねってうるせえ興味ねえよそこまでリアムとノエルが最強あそろそろなんかオアシスがなんか、ね、復活するんじゃないかって噂があるからねうんノエルギャラガとリアムギャラガオアシスオエイシスが復活するんじゃないかっていう うーん。これね。ちょっとシャお、オーエーシス。ね。伝説の UK バンド。俺が、俺も影響を受けた。ね。オーエーシス。いや、それはね、あのね、最近ツイッターでね、なんかね、あの、リアム・ギャラガーのツイッターで言ってたことなんだけど、リアム、リアムギャラ・リアムギャラガーのね、そう、ツイッターで。まあ、最近なんだけど、ほん最近ね、ノエルからね、謝罪の電話来たんだって。ノエル・ギャラガーから謝罪の電話。め、そう。ノエルから。 謝罪の電話来たんだって。まさかのノエル・ギャラガーからだよ。そう、それ、リアムがツイートしてて。まあ、ただわかんない。和解したかは。和解したかはわかんないけど、ノエル離,離婚したんだ。わかんないけど。まあまあ、それでしょ。それ、リアムの虚言やで。え、そうなのいや、虚言じゃないでしょ。虚言なの嘘でしょ。ざげんなやつしねえよ。大橋さんも60歳くらいか。うん、そんぐらい。大橋さんもカバーしてくれよ。ねえ、大橋好き。 仲直りで。いや、え、虚言な、嘘でしょマジで俺、騙されたんだけど。え、な虚言の可能性もあるから、ちょっとね、リアムギャラがな。ふざけんな、ね、あいつ。虚言の可能性もあるからな、リアム、リアムな。え、マジで虚言、虚言の可能性あるからな、あいつな。なあの。ノエルから、兄から謝ってきやがってよって。うん。虚言癖あんのって、いや、虚言癖っていうか、違う,違う違う、なんかさ、あいつね、兄から謝ってきたよってさ、あいつ確かにツイートしそうだもんな。うん。えー オアシスを今フジロックで見せろよフジロックでオアシスはフジロックで見せろよオアシスと神聖かまってちゃうわそうリアムはずっとやりたがってるからそうねえリアムはずっとオアシス再結成したがってオアノエルがねあいつがねもう絶対やりたくないって言ってるんだよなでもノエルから謝罪の電話来たって言ったからえこれはオアシスの再結成あんじゃねえかって思ったんだけどなんだよ虚言,言の可能性あんの 今年のサマソンよリアム・ギャラが来るよ知っとるよみんなえバカいかんねえよてめえ単体だったらどうでもいいんだよほんにや歌も下手くそでよガラガラ声でさ歌も下手くそよリアム・ギャラがてめえの単体なんて誰が見に行くんだよバカ野郎なあお前はロックンロールスターかもしんねえけど <laughs> いやー、うん、俺別にだってさリアム・ギャラガーのライブが外,外出て、ね、玄関出てねちから玄関出て あのー、なんだろう。だいたい歩いて、歩いて10分ぐらいのとこでライブやったら見に行くわ。そんなレベル。うん。歩いて20分とかかかったら行かねえよ。そんぐらい興味ねえよ、リアムギャラが。オアシスに興味があるんだよ、俺は。オアシスに。オアシスに。うん。わかるでしょわかるでしょそんなもんさ。ブラーは見たい、わかる。ブラーのが見たい。うん、サマソニア。オチバガーザース。オチバガーアト。うん。 ブラ、ブラ、ブ,ブラのが見たい。ブラみたい。ブラみたい。ブラみたい。サマソリね。そう、ブラ来るよ。うん。うん。うん。all the people, so many people, なら。ジョレノのライブ見たい。早くしねえよ、じゃあ、お前。えー、ブラ見たいけど、リアムの方が好き。えあまあ、そうです。リアムが好きだよ。なんか人間性とかね、面白いじゃあいつえー、誰が出るならサマソリ行きたい いやわかんない俺が出たいとりあえずおやすみなさいあのねフジロックとかねいや出せよなまた出たいよだからフジロックとかねマジでうーんフジロックは出たことねい, <laughs> いやーフジロックってマジでいいからねあそこ場所お前らだからいつも俺昔から言ってんじゃん一人フジロック俺行ったことあってフジロックマジあのどんなクソバンドどんなクソなバンドがね出ててもホ、うん、本当にどんなバンドでももうオッケーってなるからね オッケーってなるからどんなクソなバンドが出てもかまっちゃんの晴れブで出れんのさまそうにフジロック行ってみたいよだからそういや俺も出たいしまたけどね別に出行っても行っても見たいよ行っても見たフジロックフジロックそんぐらい良かったよそんぐらい良かったよフジロックやっぱ環境がいいからね環境が山に囲まれてて山に囲まれてて酒,酒で飲んで酔っ払ってだからねいつも、ね、昔から言ってるけど俺ケミカルブラザーズでさ 最後取り、りケミカルブラザーズで一人で踊,踊り狂ったもん、一人で、こうやって、マジですっげえ踊り狂ってたんね俺、酒飲んで、超楽しくて、もう雰囲気も最高だし、山にね囲まれて、いやー、ケミカルブラザーズ、そう、いやー、マジでね、本当にその最高だった、ユララ帝国も見た、その時き、ユララ帝国も、フジロックは誰見たもん、だからユララ帝国、ルー・リード、ピクシーズ。 まあ大体俺は、やっぱそこら辺、リバ、あとリバティーンズ、リバティーンズ、ピクシーズ、ルーリード、あーユララ帝国、そう、ケミカルブラザーズ。あもうだから俺見た時2004年とかっしょ。2009年じゃない、じゃない、2004年。2004年、超前だよ。30年前じゃん。もうか、30年前、2004年って30年前とかじゃん。おっちゃん、20年前か、20年前、20年前。20年前とかだよ。20年前。うん。20年前俺一人フジロック行ったんだよ。 リバティーンズとか、ピート、ピートいなかった。ピートいなかったんだよ。ピート・ドハーティーあいついなかったんだよ。いや、だから、いや、うらやますぎって言うけど、ピートいなかった。<laughs> ピートいなかったんだよ。あいつやっぱ役中だから、ドラッグで、ドラッグで、そう、ドラッグでなんか捕まってて。うん。カールしかいなかった。カール。ああ、そう、やっぱりいない、ピート、そう。 うん。もはや、そう、なんでも楽しいテンションなれるよ、フジロックは。俺、フジロックはほんとマジでね、いやた、めちゃくちゃ高いけど、チケット代とかね、交通費とか。いや、あれは結構マジで、いい、俺はいい思い出だよ。うん。まただから、だからね、行きたいんだよ、フジロック。うーん、去年のサマソニは自体、はピートね。ピートはただの犯罪者。でもあいつ才能あるじゃん。うん、シュドビシャスはただの犯罪者だよ。シュドビシャスなんかゴミじゃん、あんな。ね。 あんなのさ、パンク、パンク、なんかさ、ロック、パンクロックのアイコンになってるけどさ、シドビシャスなんて。あんなただのゴミじゃん。ね。うん、別にまあまあ、嫌い、嫌いってわけじゃないんだけどさ、シドビシャスも。ただただのゴミじゃん、あいつ。ピート・ドアーティはまだ曲作れっかんね。うん、全然。曲作れるしさ。ね。うん。野外フェスはいいよね。まあ野外フェスね。確かにね、野外フェスね。うーん。いや、だからかまっちゃうもいいか出れるって。いや、かまってでいけばって、いけばってね、だから出演したいの。 出演、呼べよ。その通り、一人で行くってのもい良いのかもね。まあね。去年、リバティーズ、サマソに行ったら来日さえしなかった。それでしょだからね。そうそうそう。一人で行くのよ。死んだら評価されるかはね、仕方ないね。何があ、俺がね。いや、じゃあ、じゃあ、今から評価いや、だから、フジロックなんか、新生かまってちゃんなんかさ、絶好にえ、なんか、合うよね。メンツ的にも。フジロック、新生かまってちゃん。絶対いいよね。てか、合うよね。なんか、メンツ的にも。 フジロックのさなんかさ洋,楽洋楽アーティストいいっぱ,いでやっぱでも俺も洋楽影響を受けてるし、まあ、なんか昔から言わ,れ言われるし俺も分かるんだけど新か俺の曲ってさ洋楽っぽさもあるじゃん、うん、洋楽っぽさもあるし、ね、個性があって世界観もすごくて,、ね、てもう天才カリスマバンドじゃん「新生かまっちゃん」って。フジロック呼べよな、うん、そんぐらいの実力あるかんなマジでフ,ジフジロックマジマジマジ。 うん、よう、何ああ、な、うるせえな、こいつ死ね。うん、ええー、と、えーうん、えー、すとどうの感じが好きだよって何が、うんまあ、とりあえず、フジロック呼べよ、マジでさ。ね、そしたら、ヨズワの虫と、そうそうそう,そう、ヨズワの虫とどこまでと思って、そうそう。ねえ、絶対合うもんな、せ丸とかなんでもいいんだけど、そ僕の戦争でおもなんでもいいけど、いっぱいあるよ、うん。来年のフジロックはレチオツでかまっちゃうんだ。<laughs> フジロックでかまっちゃうみたい、えー。タイマっぽくないとフジロックに呼ばれないよ。 それって、出てるアーティストが、フジロックに出てるアーティストがみんなタイマスってるって言ってるようなもんじゃないですかあなたが、あなたのコメント。ねえ。そんなことないよ。そんなことないだろう。うん、そんなことないだろう。ロックンロールは鳴りやまない聞きたい。いや、俺ね、ある意味やらない、やらないかもな、フジロックでは。 え、ふる、うん、って、フジロック多分持ち時間多分まあ考えて、持ち、ね、やれる曲数考えたら多分あれだろうあのだいたい5曲とか6、6、6、まあ6 6曲曲、6曲とかだろ ?6 曲7曲だろ ?6 曲とかだろ多分。うん。6曲とかって考えたらロックロールなりやまないやるんだったらまだ、こうやっぱ世界関係の曲を見せつけ、見せつけたいな俺は。コンクリートの向こう側とか、ね、ユーグラトリとかバトンとか、今回のバトンでもないんだけど、や、まあ、世界関係は聖マリとか、うん。ヨーザの虫とどこまで,でもとか。うん。 そう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 やっぱそういうホーリー系の曲で攻めたいかもなうんそっちの方が俺は合うと思うんだけどなロックンロールは鳴りやまないも別に悪くないよ悪くない悪くないロボットの夜とかね悪く,そう悪くないロックンロールは鳴りやまないも別に悪くないのは分かってんだけどただホーリー系でいきたいなとは思ってる、えー、ずっともなんかお前そんなもんお前触んねえだろフジロックにやなフジ,フジロックはずいつまでもずっともだよとかさそんな言うかバカやろお前そんなそんなフェスじゃねえだろフジロックや え時間帯に、まあ、確かにな。グッドナイト流星群は夜空を聞いたら夏目なんだから23歳夏休みりへ <laughs> ギアを上げていまーおーって。いや別にいいんだけど23歳の夏休みもフジロックでやってもいいんだけど、俺はって別にやってもいいんだけど、ただ、ただ、なんかどっちかっいうと俺、俺が瀬取り組むんだったら世界関係で行きたいなーって。え建物、まあ、うるせえ、ちょっと建物。あ、でも俺たちが、な、今後もなくはないからね。なくはないですからね。なくはないじゃん。 レッドマーケではなくはないじゃん。新生母ー,ーイんはいい尊厳聞きたい。路地ラはまあまあいいや。この話は見やもういいや。もうやもういや。う。えでも12時じゃん。やばいな俺マジ、ま、深夜3時まで配信するっか。うん。グロヤンちょ、まちょっと,もいいっと次の話題行くぞ。うん。次の話題行くぞっていうか。WBC の話をちょっともうさ、あのさ、パパッと終わらしたい。ば、WBC。何飲んでんの酒。みかんのお酒。はっ。 でも乾杯、乾杯、また。あ、でも乾杯、今やろっかな。乾杯。WBC どうやったあ、ちょ、待って、それ話すから。WBC。あの乾杯しよう、乾杯。乾杯、乾杯。乾杯しましょう、乾杯。皆さん、乾杯。ね、ペッパーミルやろ。ペッパーミル。これね、シコ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 って。ね。オナニーしてるみたいだよな、あれな。うん。あれ、なんかお、女性とかやったよなかなかなんかド、ドキッとするよ。テレビでなんか女,性女とかやってるやついたから、ペッパーミル、あれ。あれ、なんか、チンコシコってるみたいな。 だってみんなそう思ったろ、絶対あれ。なうん。今同じ酒飲んでる、これ美味しいよね。みかんのお酒。美味しいよね。もう飲んじゃった。思ってねえよって。いや、お前、男だったらみんな思うだろ。春季すぎんけど。いや、思うだろ。ペッパーミール。あの、あの、なんかヌ、ヌートバーの。ヌートバーの。最近いつしこったえ今日、それ昨日。美味しそう。思わなかった。あ横に回したら痛そう。まあ、いや、とりあえず、あのね、皆さん、あのね、あの、あの、野こさんのねあ、あの、昨日ね、 あのーまあ、ま,あまたそれバトンの話はまた後でするわとり、まあえず、あのー、昨日ね,あのね新曲あのね俺,俺二刀流ののこさんに、ね、あの新あいつもねあの素晴らしいねあのとんでもないねあのオンリーワンのね唯一,唯一無二の新曲と唯一無二の PVMV をねあの作り上げてくれるのこさんもうね昔から本当そう、ね、映像も新曲も素晴らしかったっしょ ね素晴らしかった、新曲、本当によかった、方針です。はい皆さん、だからそれ投げ銭んでください、投げ銭んでください、もう、ね、花ちゃん10回ぐらいください、一人、花ちゃん10回ぐらい、ねあのもう素晴らしかった、あのそのこと言葉言葉をお,お,お金に、ねお金、お金に、お金に変えてください、そんなね、天才の、天才、奇才のの子さんに、あ,ーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。 天才貴様のお子さんに、お茶目飼いざす、真空飼あ、天才貴様のお子さんに、じゃあ乾杯。で、あとお前らも乾杯。お前らも、社会人ニートじゃ、自宅警備のニート。お茶目飼いざす、社会人のニートのお前らにも一週間な。はい、お疲れさん。お疲れさん。お前らもお疲れさん。はい、KP。乾杯。KP、KP。はい、乾杯、やべえ。うん。あ、花ちゃんありがとうございます、KP。花ちゃんありがとう。乾杯、ベイビー。カメラと KP。お疲れさんです、乾杯。はい、KP。 ああ、セーシアカーズ。一週間、お疲れ様です。セーシアカーズ。エムビライト。ノコさん乾杯、セーシアカーズ。お疲れ様です。乾杯。ケイピー飲むズ、お疲れ様です。ええ。ええ。いつか必ず投げます。投げるよ、絶対、お前ら。ね。お前、キッズ。あら、二回目ケイピー、お疲れ様。でセーシアーカーズ土曜が終わっちゃうよ。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様。マジで仕事疲れた、お疲れ様です。セーシアカーズ乾杯。お疲れ様です。セーシアカーズ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。 いつかでさキッズの人、クレジットカード持ってない人、精神薬改造、お茶葉改造、お茶葉改造、残さんに乾杯、お茶葉がとうございますすばらしいよ、ありがとうございます。乾杯です、好きでピープです、精神薬改造、ありがとうございます。久々に使えた、キッズのは親のれか、栗か、盗んでください。P3 めちゃくちゃ、4月からバイトするの絶対ありがとうございます。 お題になったら挨拶。いす。今日仕事サボっちゃった明日仕事行きたくない行かなくていいよ。え、ニートだからいつか働あいます。はい。投げられるになったらありす。あとます。あとでまたありとす。あとで。はい。あとでまた、あの、このバトンを海にぶん投げての、このバトンを海に思いっきり投げての、ね、そう、お気持ちでも嬉しいっすよ。あのね、甘いっすね、ーりーうす。PV も超感動して受けんかったらありがマイスラいます。甘いあの後とあの、パソコンに切り替えて、あの、希望の、 あの希望するなら、希望するなら中止、中止よ。希望の中止だ。希望するなら中止よ。希望の中止よと、あの、あの MV と、あれも MV 出たから。あれも MV 出たから。あと、バトンのね、PV。俺が作ったやつの。おやすみなさいって起きてろや。起きてろ、お前。お前、ニートだろ。なあ。うん。お前、な、どういうことだよ。お前、な、なんで明日なんか仕事あんの日曜でしょ日、日曜で仕事あんのなんかあんの ーんなで見よ作った本には曲名怪しいの草 <laughs> 長いんだもん <laughs> 希望の中止を見る、えー、PV 一緒に見るので起きる高校生です知らねえ出かけないと出かけないとってどこに出かけんだよお前俺の配信見なかったらお前多分飛び打ちだすんだろう出かけんなよお前俺の配信楽しめよねえお前、まあ、そんな出かけなくていいよ、ね、えあの世に希望中の PV かまあそれはだからちょっとみんなでまた見ます だから、とりあえずお茶バックアーザス、KP。はい。うん。いやー。まあまあ、とりあえずフリキャスもね、なんだかんだでね、久々にね、ちょっとね、まあ、久々でもないけどね、一週、一週間ぶりだよな。一週間ぶりにやってますけど。夜遊びのチケ払いはせ、y o a ってなんだよ。y <laughs> 遊びって、な、あー、y 遊びあいつ、あれだな、あ、なんか、あの、文春、文春法食らったな。 今日はさなんかか、ね、かか彼女がなんかいるみたいな、ね、クソどうでもいいみたいそれも2、ね、ちゃんで見たいつかかまっちゃんライブで希望を聞いたいえー、希望じゃないかかまっちゃんでカバーするかわかんないよ、えー、バ,バトンの曲名最後の方間違えそうになるねえ長いからなこのバトンを海に思いっきり投げて銀南ボーイズのメンバー戻ってきてほしいよは意味わかんねえこと言ってんの戻ってくるわけないじゃん何ニンナンボーイズってへぁ ミネタさん、がもう全然新曲も出さないねミネタささん新曲出さないじゃん戻ってきたってさメンバーやる曲ないじゃん昔の曲しかミネタさん、ミネタさんどうしたミネタさんさ YOASOBI って言われた <laughs> 銀ギンナンボイザーイズはあぐらかいてる戻ってこなくていいですミネタさん、けどライブ活動はしてるんでしょ風の噂で聞いたけど。 風の噂で聞いたけど、ミネタさんってあいつってあのライブ活動してんだろ、な昔の曲だよ。ミネタさん、嫌なの、俺好きだよ、だってめっちゃいいやつだったもん、あって会って話したとき。けど、銀杏と対話するって、だからミネタさんさ、対話しよう、対湾しようってさ、もう,もう 2, 2回2回言われたんだよ、対湾しよう、子くんって。それでさ、こっちからオファーしたらさ、あいつさ、あ,なんかあ,あいつさ、すみません、ミネタさんだってさ、それに加えて俳優とかやって、役者やって。 お前はよ、お前、実はお前、三たさんだけじゃないけど、役者とか俳優とかやってよ、お前さ、本業、本業おろそかにして、お前、お前さ、それクリエイターなのかよ、お前、クリエイターじゃねえじゃねえか、お前もよ、な、クリエイターじゃねえじゃん、もうそれって。本業おろそか、おろそか、本業っていうかクリクリエ、ね、クリエイトしてる、してるんだったら別にいいけど、まださ、ね。 クリエイト何も作品,、ね、作品作りしないでさ役者やってんのってもうそれってねえあの二流,二流三流役者じゃん、ね、役,役,者役者の中でも別にってそんな二流ぐらいだろなあ俺らミュージシャンがよなあ俺ら別にそんなクリエイターごときがさ役者やってもそんなよな、うん、のらりくらりしてはなドラムも出たしえいやいや、まあまあ、見え田さんだけじゃないですけどこれこれ見え田さんだけじゃないですけどね 対番してくれないのか見たら知らねえや向井修徳と残さんの対談みたい。え向井とも別にいつかやるだろう。やるときは。創作意欲とかもうないのかな。だからないんじゃん。でもさ、これは、三枝さんだけの話じゃないって。だから、あれよ。あの、結構俺の年齢になってくると、ね。まあ、俺の年齢まあ、俺の年齢っていうか30代か。もうな、結構やっぱ特にロックバンドみたいなやつら。まあ、ロックバンドか、バンドマンか。バンドやってるやつだとか、芸能人もそうだな。まあ、芸能人全般そうか。 芸能人全般昔から結構やっぱ年齢重ねてくると老いてくると30代過ぎてってねどん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 落ち着いてって丸くなってってさねっ、まあ、丸くなるのもそうだし丸くなるのはいいんだよ曲作んなくなってくるっていうのあるよねうんこれは昔からそうこれは本当にもう50年前からそうですはい昔からそうですうん だから多分まあ金を一定もうさ金を一定稼いだから十分金稼いだからもうマイペースにマイペースに5年に1枚アルバム出せばいいとかねそんな感じになってくんだよ見えたさもう45歳だからねえ45歳になったら曲は作らないのねえ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  年取るとる逆に完璧主義だとか70代になっても、えー、メインアルバムを作ったポール・マッカートニーって神だよな残りより髪,はある髪の毛あるし <laughs> 確かになの呂ちゃんは制作意欲いや切れてない切れて俺はむしろだから言ってんじゃんえマキシマ・ザ・ホルモン全然曲作んないのでもなんかじゃあ俺はねあ制作意欲は尽きるどころか全然変わんないし、ね、体力は減ったけど体力は減ったけど制作意欲はほんと集中力とか変わんない で、何よりも俺作ってる作品今回のバトンとかもそうだけど、やっぱ俺は、やっぱすごい進化してってるよね。うん。進化。うん。その深いと書いて、ね。化学物質の化と書いて、進化。うん。進化。うん、俺は。俺結構マジほんとそうそう、進化。うん。いや、これ結構前から言って結構本ほんとにそう思うよ。俺自分。 うん。進化。うん。いや、結構ね、俺ね、細う持ってる。自分。うん。それは結構ね、ヨネズさんが才能枯れてきたって、そんなことねえだろ、ヨネズさん。いや、ヨネズさんは天才だよ、まだ。だって最近 CM で流れてるなんか何の曲か知んねえけど、ハラらラーみたいななんか、まあ、CM で流れてんじゃん、最近また新曲。あれもよかったよ、ヨネズさん。新曲。いや、ヨネズ,ヨネズさんは天才だよ。 やっぱ俺昔からあいつあ、ね、あいつ天才って言ってんじゃん。でもヨネさん天才だよ。天才。うん。あれがし、あれが真の天才。あれは、俺は、だから正確に言うと、俺は奇才。俺は自分によ、世の中の感じにしたなんか、そういったなんかあるとお、俺は奇才なんだよ。うん、奇才。鬼の才と書いて奇才。まあまあ、とき、き、き、き奇れつ大百科のそれでもいいや。奇てれ大百科の才能で奇才でもいい。俺は奇才。 って呼ばれる方だと思う、うん。まあ俺も天才かもしんないけど、まあ俺も天才かもしんないけど、けど、まあヨネさんみたいな人の方がやっぱ天才天才って感じなんか、うーん、ヨネさん音楽室の壁とかに乗るタイプの天才。まあまあ、常田はゆ、つ常たくんは秀才。うん、常田くんは秀才だね。これやっぱ俺、俺、か俺が言ってんじゃん。俺が、俺もね、ままだか今まで言ってきたじゃん。常田くんは秀才で、ヨネさんは天才って。 これは別に、あれだよ。俺昔から言ってくけど、これ、ついたくんのことをバカにしてるわけじゃないかんね。うん。ついたくんは秀才で、なんか見下してるわけじゃないかんな。うん。ついたくんはついたくんで、やっぱさ、音楽愛がさ、あの、すごいあるっていうのは伝わるし、ね、ミミリニアパレトとか、あれとかクソだけど、まあ俺はクソだと思ってるんだけど、あれとかクソだけど、なんか別にまあそれでも別に音楽愛がね、強いなって思ってるし、ね、音楽好きなんだってすごい情熱伝わるし、で、ついたくんも別に俺は、あの、 作品によって曲によってはあのやっぱこの曲、点差だって思うやつはあるし例えば俺、言ってきてんじゃん、ビニールキングヌーだったらビニール、ビニール、白日あと他にも何かあったけど忘れた <laughs> タイトル忘れたけど俺だってあるんだよ、別にキングヌーは、ね、言ってっけどよあ,あいつはボンボンだからそれに嫉妬して俺がなんかディスったことあるけど昔、基本的に曲,曲,は曲,曲単体においては俺は、うん、評価してるよ、キングヌーだって。 そうビニールいいよそう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 ,うんノコちゃんの中の天才記載秀才の違いはあのねいや違いか何かって言われたらそれ超難しいんだけどあのとりあえず秀才たくんが秀才っていうのはやっぱねすごいなんつうか俺はやっぱり前も言ったんだけどすごいなんか俺はあのたくんって あの、やっぱね、海外のアーティスト。まあ、結構、俺、結構、なんか、似通ってるとこもあったりするわけよ。つねたくが好きな、影響を受けた、だろう。アーティストとか、UK ロックとかね。イギリスの UK ロックとか。え、つねたくん。俺、そういう、そういうのが、わ、わかるし、なんか、でも、なんか、な、なんだろうね。なん、なんというか、秀才。なんか、すごい、なんか、なんて言えばいいんだろう。うーん。まあ、そう。これ、コメントの言葉を変えると、 まあね、天才は感覚的。秀才は論理的な感じがする。まあまあ、そういった感じ。だから、要するに、自分、まあ言いた、言い方って悪く聞こえるかもしれないんだけど、例えば、これ、つえたくんだけじゃないよ。秀才っていうのは、自分が、例えば音楽だったら、聴いてきたもの、影響を受けてきたもの、影響を受けてきたものをただパズルしてるだけみたいな。ただパズルしてるみたいな。 うんまあ、ただパズルしてるっていうわけでもないんだけどそ自分の色も、ね、エッセンス加えてると思うよただ、なんか基本的になんかそう自分が聞いてきたものをパズルしね。それは特に常田君の場合はミリニア・パレードで本当に感じる、うん、いやキング・ヌーの方はまだ感じない、うん、キ,ンキング・ヌーよりキング・ヌーもまあなんか、まあ、まあ感じる曲もあったんだけどミリニア・パレードはめちゃめちゃ感じるもうそれは。 本当にただのパズルしてきたようなって感じで。うーん、って感じで。でも、つえたくはつえたくね、だからね、あのー、キングヌーでもやっぱ才能あるし、で上から、上、これ上から、上、上、俺誰だよ。師匠でもねえんだよ、俺、あいつの。いや、俺も一ファンとしてだよ。一フ,、ね、ファンとして、ある種。ね。一ファンとして、一ファンっていうか、い同じクリエ、作り手として。同じ作り手として。 ね、同じ作詞作曲家としてクリエーターとしてっていう感じでいや先輩とかそんな感じ先輩とか怖いとどうでもいい俺そんなクソだと思ってるからうんミレパって洋楽の焼き回しみたいな曲しかないまあだからまあまあで、ね、だから結構ひどく言うと俺もそうなるうんうんひどく言うとそうなるミレアパレって洋楽のや焼き回しみたいな曲でそうそうそうひどく言うとねうんノコちゃんは奇才天才だから俺は天才らし奇才だと思ってるけど うん、どっちかって記載の方が強いんじゃんクリエイター目線バウンディーもバズえパパズルに感じるあバウンディー君もパズルに感じるそうかバウンディー君もけどうーんどうだろうなまあお前が言うこともわからんでもないけどうーんバウンディー君の方がまあそこら辺はなんか俺はチェーンソーマンのね曲とかもあれとかも良かったけどな うん、まあ、俺がちょっと全部出る、ー太さんは自分の表現したいことが分かんない感じいや、分かんない感じとかじゃなくて、いや、そういうこととも違くて、なんかなあ、まあ、とりあえず、まあ、俺の主観だと、そなんか、まあ、なんかこんな感じって感じ。うんで、ヨネさんはだからさ、天才。ヨネさんは天才っていうのは、なんか、いや、それは自分の世界観を、確固たるものを持ってるから。うん 自分の世界観を確固たるもの持っててねそう俺はそう思ってんだヨネスさんって自分の世界を自分の世界あの人持ってるよあの人は持ってるうん自分の世界をそう自分の個性、うん、個性世界そう個性やっぱ個性個性とか世界観を持ってるっていうところはたぶたまあちょっとそのさっき言った、ね、秀才っていうね言ったことにえー、ね聖太くんとか まあちょっと俺には薄く感じるんだろうな。薄く感じるんだろうな。うん俺,俺にとってはね。俺ちょっとハードル高いから。世の中の、お前らとか世の中の人にとっては全然常田君だってさ、すごいってなる人はいっぱいいると思うよ。当然、売れてるし。ねまあ俺ハードル高いから、やっぱそこうーん。でもあんなに売れてんのは不思議。だから天才なんだよ。売れてんのは不思議って言うけど、天才なんだよ。うん。天才なんだよ、そこも。 だから俺はどっちかっつうと奇才なんだよって思っちゃう俺も確固たるさ世界観とかさ持ってるわけじゃんねえ残、ー、さん独特なメロディーライアル、えー、いろんな才能はヨネズさん自分の色を出せる人すごいと思ういやす,すごいと思うっていうかいやアーティストってそういうもんでしょ自分の色を出せなくてアーティスト名乗るなよえ <laughs> ちゃうの僕も天才になりたい えうん、なるほどね。ジョン・レノンは奇才で、ポール・マッカートニーは天才。あー、これね、昔からこれ、ねね、ネットとか、昔からビートルマニアなで言われて、そう、ジョン・レノンは奇才で、ポール・マッカートニーは天才。けど俺もそんな感じですよ。けどジョ、ジョンも別に天才なとこあるよ。ジョンも天才とかあるよ。でもそれはね、ざっくり言うとそうだよ。ジョン・レノンは奇才、ポール・マッカートニーは天才。うん、ざっくり言ったらそうだよ。ジョンだって、ポールだって、どっちも奇才、ね、天才な目持ってるよ。ジョンもポールも。 ーこんばんは今来ました残さんのないわけですセカわとか時代に合わせて積楽的にやってる感じがあるまあそれはだって佐都ちゃんにと直接聞いてっからな、ね、<laughs> でもセカワもだってすごいじゃん言ってもそれでもさ、うん、それでも別にあれだってセカワだってあいつはってめっちゃさメロディーいいじゃんねハビットとかもそうだしさね時代に合わせてるとこもあるかもしれないけどね佐都ちゃんも踊ったりとかさね踊ったりとか佐都ちゃんだってさなあいつはだってセカワだってさ俺はあれわれすごいと思うよほんとうん ね、曲意思なあとセカオはねメロディー意思なノコはジョン派ポールはジョンに決まってんだろジョンに決まってんだろ10代の子からそうだよジョンジョンだよポールなんかクソだと思ったよまあ別にポールクソじゃないけど、えー、天才生まれ持った才能って感じがね万人受けするかしないかみたいな気もするセカオはもうある意味ブレてない、うん、桑田圭介さんもそうだね桑田さんもね天才で秀才いやねガラッと世界観変えてきたよねセカオはねセカオのアルバム曲 深瀬さん、めっちゃ丸くなった。で、ね、結婚したいとかだからあいつ言ったんだろ。<laughs> 丸くなりすぎだろ、お前。さとちゃんよ、ね。結婚したい、どういうことだよ。狙いまんまバズーなすごい。いろいろチャじゃんジョンの曲何が好きだいっぱいあるよ、そんなもん。いっぱいあるよ。ジョンの曲、アディ・イン・ザ・ライフとか。まあまあ、いっぱいありすぎてちょっと分かんないもん。いいよ。セカ界ライブは落ち着くて、サウシードックも天才だよね。サウシードックって俺最近聞いてない。お前らからなんか教わって1曲しか聞いてねえわ。1曲2曲しか。 うーん。多分俺けどね、あの、ふかせ丸くなりすぎや。佐藤ちゃんけど実際俺もだからずっとね、プライベートもいろいろ見てきてるから、あいつは丸くなったよ。あいつも丸くなって、20代の時と比べたら、ね、佐藤ちゃんは丸くなったよ、ほんとに。えー、っと、サウシーはクソ。大島良介はキサで天才でハゲだと思う。ちなみにサウシードッカーは日本が誇るクソバンドです。<laughs> <laughs> サウシュードッグおいおい「紅白歌合戦」出たんだよクソクソバンドってまあまあけど俺も10代の子だったら絶対言ってると思うああキャリーちゃん結婚したね俺けど俺も10代の子だったらサウシュードッグみたいな感じのバンドってクソって言ってると思うまあまあでも俺は今だからちゃ,ちゃんとさフェアにさ評価するから別にサウシュードッグだって別にいい頑張ってんじゃん、まあ、ねいい,いい曲あんじゃん10代の子だったら俺もめちゃめちゃ言ってると思う10代の子めちゃめちゃ言ってると思ううん あ全員滅びろってああいうバンドああいう10代20代だとほんとああいうバンド今でも心の中で思ってる、うん、だったら思ってるかもしれない <laughs> 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 えノーベル・ブライトまあ何でもいいけど <laughs> 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 まあまあ心の中であんまりあ、まあまあ、ツイキャスなんか誰が見てるか分かんないからサウシュドッグメンバー見てるかもしんないじゃん <laughs> 誰が見てるか分かんないからさ、うん、心の中でね えー、恋愛ソング歌ってるやつが悪い笑いが出てるぞって別に、まあ、正直言うとけどそうだよだってそんなもんはね、うん、ゴミみてえな、ね、早くくたばれよみたいなバンド,バンドなんかほとん,どほとんどだったよねまあまあ声出して言わないよねあいみょんはあいみょんちゃんいいじゃんあ俺あいみょんちゃん好きだよあいみょんちゃんね売れてるけど全然好きだよ売れてる別に売れてるって関係ないいやいい,いいやつはいいよ米津だってそうだし米津さんだってこういうこと言うから M ステ出れないのか M ステ出れるよ出れるよ俺は あのちゃんは天才ですかあのちゃんは天才えのちゃんは奇才だね。奇才。うん。天才というか奇才でしょ、あの子は。あの子だって、あのちゃんだってさ、狙ってやってないじゃん。ね。まあ、狙ってやってるとこもあるのかもしんないけど、わからんが。けど、狙ってやってない。あのちゃんって。うん。あのちゃんって素からあれだから。 スカラーあれだかあのちゃんとかもね最近めちゃめちゃ売れてきてさすごいなんかね au の CM が叩かれたりとかもそういうのもなんかネットでなんか見た見たりとかしたけどさあんなもんさなかなかな別にさね俺はだからあのちゃんすごい戦ってると思うよただ戦ってるよねうんえあのちゃんはキャラ作ってない作ってないキャラ作ってないあのちゃんはキャラ作ってないようん、あのちゃんはキャラ作ってないからなうん あのちゃん売れ、だから売れ売れて、売れて、売れて嬉しい、あのちゃん売れて、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 ほんに嬉しいよ、俺は。本当に嬉しいですよ、あのちゃん。うん。本田圭介って何あのちゃん、カットやばそう。今、もカットもあると思うしね、あの人。あのちゃんはノコガールだからってないが。いや、別にすぐ関係ない。芯が大事。結構頑張ってるよね。頑張ってるってか、あのちゃんはだからト、トイトイツファクトリーだっけいい、いい事務所。わかんないとりあえず、事務所、事務所いいよね。すごい、いきなり売れた。あれ、だから、行ったら、プッシュめっちゃプッシュされてんじゃん。 めちゃめちゃ、あれ、なんかわかんない。電通、電通に、電通とかにもプッシュされてんだろ、あれ。そのレベルだよな、あのちゃんって今。もう、フワちゃんか、あのちゃんだよな。消しゴムマジックで消してやるのさ。消しゴムマジックで消してやるのさ。フワちゃんか、あのちゃんだよな、もう今。勢いがある。勢いがある、女。女芸能人。だってそうじゃないフワちゃん、あのちゃんの二大巨頭じゃないえー、だね。 フワ、えー、ちゃんあのちゃんの二大巨頭勢いがある女消しゴムマジックで消してやるのさあれやめたからさっきも言ったけどおやめてもらいたい <laughs> あれマジ耳に残るあそこだけ耳に残るんだよ Google ピクセルとか全然耳に残んねえんだよあそこだけ耳に残るんだよ <laughs> あと言い方とかさなんかさすげえんかさねすごい何、えー、あのちゃんたまにツイッターで切れてるから心配なるいやだからあのちゃんもやっぱさなかなかね病んでる時ありますからねそれはさね 私の名前はフワちゃんです <laughs>。あそこすげえわかるっしょ。消しゴムマジックで消してやるのさって。なんかすごいなんかさ、いい言い方するよね。ふあのフワちゃん。めっちゃ耳残るよ。あそこだけ耳残るんだよ。あそこだけ耳残るから、だから Google ピクセルとか全然見吹っ飛ぶんだよ。あれで。あの一言で。うん。そう、フワちゃん、声、声、あそこ、なんかあそこ特にいい、あそこの、あそこの文章だけ特に声がいい。フワちゃん、頭良くて飛び抜けたら、まああの子頭いいだろうね。 化粧マジックでフワちゃんケーナレーションでも食ってい,いけどね声いいよなうんと耳なんから消される感覚コマーシャルにならんやんってなってねえだからうんでもまあコマーシャルになって化粧マジックだってこんな俺でさえ、ね、こんなこと言って配信こんなこと言ってくる化粧マジックで消してやるのさーってあれいいねあれいいねあれ癖になるよあれ言いたいもんだって俺言ったもんだって配信外でテレビで流れてきて俺2階2階、うん、そこのリビングで ソファーで。真似したもん。言いたくなるよね。CM 的には大成功でしょ。そんな顔してね、のごさを気に入れ。あ、ちょっと待って、12時43分か、やべえな。<laughs> パソコンに移動しないとな。パソコンに移動しないとな。WBC の話、WBC の話は、 もうさ俺さ、WBC はさ,あのさ、本当さ、大谷のさ、とりあえず、もう俺ね、じゃあ、WBC、俺、だからあの、まとめると、あのね、WBC、僕ね、僕、あれ、あの、今回、WBC、2009年のイチローが出たとき以来に、2009年のイチローが出たとき以来見たんですよ、WBC、今回。で、今回は、その時はイチローフィーバーに乗っかって見たんだけど、今回は大谷フィーバーに乗っかって、 おおお大谷、まあ、い,いや、なんでもいい、イントネーションはもうどうでもいい、ーとおそう大谷フィーバー乗っかって、あの僕も見たんですけど、そうあだから僕ね、それでねお、大谷フィーバー乗っかって見たい、それでさ,あのさ、すごい最初から最初から最後まで、あのまあまあ、だから途中、なんか、どっか見れなかったけど、どっか途中見れなかったんだけど、メキシコ戦かわかんないけど、ライブがあったから、それ以外、俺、ちゃんとなんか見たよ、うん、なんかほとんど、ほとんど見たよ、俺、今回。 うんでもって、でもってな、俺な、だから、そう、今週、今週だ、先週か、先週、先週、前週、たくさん見た、そう、そうだった、うん、ちょっと違う、ルールがわからない、いや、だルールわかんねえよ、ルールわか,かんねえのに、俺さ、だから先週さ、ルールわかんない、俺だよ、先週さ、あのさ、え村、村上うん、あのさ、先週さ、あのさ、俺さ、朝、朝、朝やったじゃん、朝、あの、アメリカ、あの、メキ、あ、メキシコか、それ、メキシコは見たのか。 メキシコと、そメキシコ戦と、決勝、準決勝と、そメキシコ戦とアメリカ戦、俺どっちも見た。リアルタイムで。リアルタイムで見たんだよ眠い中、無理やり起きて、チアイ学転してて、俺、チアイ学転してて、大体朝7時寝るんだけど、そう、頑張ってさ、早起きじゃねえバカ。無理やり起きて、そう。 頑張ってみたんだよ。あの、メキシコ戦とアメリカ戦。準決勝、準決と決勝。あ見た見た見た。リアルタイム見た。俺ね、俺、俺ね、あれマジ、ルールもわかんない俺なんだけど、そのね、準決で、準決勝優勝、優勝決まった時に、ガチで泣いた。うん、そこで、そこで、そこでテレビ見て、ガチで、ガチで泣いた。ガチで泣いた。うん。 ガチで泣いた、俺。うん。ほんとに。うん、なんかもう、感動な、なんか選手たちがなんかまた、うわーって喜んでんのも、な、なんか釣られて、釣られて、ドラムみたいだったしな、確かにな。そう、ドラムみたいだったし、ね、メキシコ戦とか結構やばかったじゃん。で、メキシコ系、メ、メキシコ戦面白かったよね。なんかすげえ強いやついたじゃん。メキシコチームに、と、ピッチャーとかもさ、強かったしさ、ね、すげえ強いやついたじゃん。 でもそれでもそう逆転してさ、そう村上もなんかさ、そうそういろんなドラマあってね、村上もね村上もちょっと俺よくわかってないんだけど、ホームラン王なんでしょホームラン王の村上さんが、ね、あの全然打ててなかったって、そネットでなんか叩かれてるの見たよ。ネットでツイッターとかにちゃんとか叩かれてんの。めちゃめちゃ叩かれてたじゃん。残酷だよなって思ったよ。残酷だよなって。ねえ、村上くんのファンです。よかったな、お前ら。 お前らよかったな。ずいぶんめちゃめちゃ叩かれたじゃん村か。何が村上様だよみたいなさ。そうそう、めちゃめちゃ叩かれたじゃん。ね。いや、でも残酷だなって。そうそう。残さず何十見たでしょ。何十じゃねえよ。二ちゃんでよ。バカ野郎。五ちゃんでよ。うん。何十じゃねえ僕は。もう僕何十人じゃないもん。俺入速ンだよ。うん。トレンド見た野球関連ワードばっかあった。だった。ヤクルト番内つらがったやつ厳しい。手のひら返しはトレンドそう,そうツイッターでもそうじゃん。だからさ、みんなさ、村上、村上のことをさ、いろんなことブロックソ言ってよ。ね。 打っただからそ、結構残酷だなって思ったけど、まあでも俺はその時、でも俺はけど、まあ実力社会だからね。うん。何三冠王って。何事業三冠王ってこと <laughs> まあとりあえず、実力社会だから俺たちって。まあ俺もそうじゃん、言ったら。ね。うん。何村ごみとか、まあまあ、なんか、とりあえず、ね。あのさ、俺たちって実力社会だからお、言ったら俺もそうだよ。退職金とかそんなもんないよ。ね。社会保障なんかないよ。うん。 完全実力主義、ね、だから別にもうクソ、ねさ、才能がクソだったらもうクソ。うん。才能だから一部のファンとか信者からには別にいいって言われるかもしれない。それはさ、野球選手だってお、俺たちミュージシャンだって、な、クリエイターだってさ、でもそれでもさ、世の中はそうじゃん。ね、もうクソっては、離れていくだけじゃん。ね。そんなくらい残酷な世界って言うけど、残酷な世界って言うけど、実力社会だからそうなんだよ。うん。だから結果出さないと、そう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 ,そう、基本的にそうなんだよ。 厳しいって言うけどちゃう厳しいって言うけどお前らは満員電車乗ってさ朝さ5時とか6時に起きて満員電車乗ってる中で俺たちはこれでさ、ね、ファーパーパーパーさわー,わー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 言ってさねお金稼いでさ好きなことやってさ生きてってるわけだからさねいついつでぐお前らが満員電車乗,乗ってる時にさこっちはさオナにーしたりとかさしてるわけだよなあーグーグー寝ったりとかね それはそう,そ,れそう考えたら別にさ、<music> そういうもんであ,そあってくれって思うだろうん。厳しい世界って言うけど、お前ら。ね、そういうもんであってくれって思うだろ、うん、お前ら、満員電車で売られたりとかさ、ねそう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 。でしょな、ね、まあ、そんな流れがあって、まあ、いや、ちょっと話しとれた。話それ,れた。うん。3話それた。えじゃあ、まあいい、3話それた。うん。分かった、分かった。うん。若干いいから、まあ、分かった。向き、不向き。うん。選ばれしやの、うんまあまあう、まあ、まあ、そういう電池は、まあ、あれ うん、まあ、とりあえず、楽しかった。もって WBC はあと決勝、いや、すごいね、決勝、やばかったね、あれ、俺、最初ちょっとつまんねえなと思ったんだよ、俺、マジで、うん、なんかちょっとなんか、メキシコ戦に比べたらあんまり勢いねえなと思っててさ、そうそうそう、勢いねえなと思ってて。 なんか、すごいなんか、アメリカがなんかちょっとわかんないけど、なんかわかんないけど、なんか、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、俺はね、最初、途中寝ようかなと思った。途中からもういいかなと思って。うん、日本負けるかもしんねえしって。でも一応、根気よく見続けて、それで、もうなんか、あれだ、誰だ、ダルビッシュ。ダルビッシュが撃たれて、 うわーって、ちょっと追い,追い,こ、ね追いつ、追いついてき、点、点が追いついてきて、それでさ、誰追いつ、誰で撃たれた追いついてきて、それで次、ね、回ってきたのが大谷。大谷最後来て、ね、大谷が最後来てさ、でもってさ、ね、ねトラウトですよ、最後。あれさ、あれ何なん,なんだよ。あのドラマ、マジ。 漫画いや、ほんと、これね、ネットでもみんな言ってるけど、マジ漫画だよね。すごいよね。うーん。ネットでも、あの、漫画とか、ね、大人に仕組まれたとか、なんか、台本だろとかなんか言ってるやつとかいたけど、いや、そんなんじゃないっしょ。うーん。あ、いや、あれ、すごかったね。いや、びっくりした、俺も。ね、トラウトって、トラウトだって大谷って、だってい、あのさ、野球が一番トップ2なんでしょ。 いやこの世界で、地球でトップ2の2人なんでしょトラウトと大谷って、ね、俺それネットで見たよ、ね、同じチュームメイトいやチュームメートは、まあ、それチームメイトもそうなんだけどあのトップ2なんでしょいやそ,うそのトップ2が最後さ、ねまあ、同じチュームメイトってのもあるかもしんないけどトップ2がさいや、まあ、漫画の最終回じゃんそれでさこれ大谷がさプワーって投げてさ てて決めてさいやーあれほんと泣いたそこでまた号泣俺マジで俺泣いたそれもマジで泣いた大谷も泣いたっけあいついやーエンゼルスはスーパースター2人いても勝てないっていうなんかそれをネットで見た泣いた泣いたやっぱすいや大谷はちょっとだからさ俺ね大谷って大谷って俺ねいやこれ WBC 見るまでさ 俺大谷ってさ結構昔から追っかけてんだよ俺だってさもう5年前から大谷すげえって言ってんじゃん俺本当トだよ配信で言ってんだようん大谷って俺5年前からすげえすげえって言って,言ってんだよ昔から追っかけてんだよ俺大谷のことお前お前らなんかさあれだ最近だろ大谷フィーバーからだろな大谷フィーバーから乗っかってきてんだろ俺ずっとだって俺5年前からそうじゃんだって大谷だって俺最近だからさあのさ久々にコメントで言われても そそうそう思い出したんだけど、大谷に打ちついコインチェックっていう歌詞を書いたんだよ、5年前に。大谷に打ちついコインチェックって歌詞を。俺は10年前から言ってる、すげえな、お前。なんだ、それ、お前。うん、10年前からって、完全にまあ野球マニアですね、そういう人。野子さんが野球そんなに好きだったの知らなかった。いや、野球嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。ただ、ルール知んないよ、そんな。ルールは知んないよ。うん、でもまあまあ。 とりあえずそんな感じで、あのね、僕ね、そうそうそう、追っかけてきて、そういったドラマ、僕も、だからそういった歴史があるから、そうそう、二刀流にな,なった頃から怪我じゃないから心配じゃない。ニハム時代、言ってたね、うん、子子さんの証拠を残してるの賢いな。大谷打つち次いコインチェックって歌詞を書いたぐらいだから、えー、高校の時からやばかったもんな。 魅力あったよね、大谷は宣伝して仮想通貨会社は潰れた、あれか、なんだ、気忘れちゃった、<laughs> 最近、俺見て、ルールは分かんなくても、えー、楽しめてから見とけばよかった、野球部は嫌いだけど、WBC 野球好きで、俺もだから WBC しか見ない、俺も WBC しか見てない、うん、まただから俺次 WBC し見,見るよ、それ,それ以外野球しんねえもん、野球選手とか、村上とかだって俺今回初めて知ったもん。 村上。村上様っていうなんか、あのなんかよくわかんねえ、なんか流行語大賞みたいな、なんかそういったのはなんかね、あの、か、なんかネットで見たけど、そんぐらい、そんぐらいしか知らなかった。村上様とか。村上もと、ことも知なかったもんね。うん。<laughs> 大谷しか知らなかった。そう、大谷し、お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 、大谷か。お、お、お、大谷、お、大谷か。大谷しか知らなかった。大谷は神だけど、僕は一郎の方が好き。えあ、そうは。まあ、どっちでもいいけど。まあ、あとりあえず、いや、大谷さ、だからさ、 こいつね、俺はね、大谷って、大谷行って、吉田正尚もすごかった、いた,いたっけ、その、ん、ご <laughs> い、あ、いた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 、ホームラン打った人だ、ホームラン打った人、スリーランホームラン打った、いたいたいた、あの人、そうだったね、スリーランホームラン打った人でしょ、確か決勝とか、準決で、準決かヌ、ヌートバヌートバヌートバーもね、吉田さん、吉田さんってそうでしょ、吉田さん、そうだったね、吉田さん、そうだったね。 すごいとあと、近藤さんだっけに、あの2番手の、ヌートバーの次のやつ、近藤さんだっけ、あの人も座ったよね、ポンポン、ポンポンって、近藤さんのね、うん。 いやすごいっていうかみんなすごいんだろだってあんなもんだってさだって日本,や日本野球のさ、ね、ムキムキマッチョマンがさ、ね、野球選手の野球超人がさ集められてるんだから WBC のメンバーなんて <laughs> みんなすご,すごいんでしょみんなすごくてみんなすごくてみんないいその中でさら,なにさらに突発的にねもう突出してすごいのが大谷なんでしょうーん大谷め源田選手もあ知ってる骨折れたね あのさ大谷めいや俺大谷ってさ違うんだよ俺、大谷はねだからさああのさ、あのさ、ー、ね WBC 見る前は結構あいつのことなめった俺だってさちょっと大谷に対してああや、ま、謝んなきゃいけない、うん、もや人間じゃないもや人間じゃないと思う大谷いや違う、俺大谷謝んなきゃいけない俺ね舐めったっていうが違って謝んなきゃいけない俺大谷って,谷ってなんか人間味が全くねえなってずっと言ったんだよ。 すごいけど、人間味が全くないよね、みたいなことをずっと言ったんだよ。舐めったとかじゃなくて。舐めったとかじゃなくて、あの、そう、そう、人間味全くねえだって。大谷のこと。いや、完璧すぎてっていうか、なんか、いや違う、単純に。人間味がないよね、そう、サイボーグみたいな。そう、な全くねえだって、俺ずっと。そう、そんな感じでなんかね、配信でも、そうそう、ずっと、そうそう。でもさ、今回の WBC 見てさ、すげえ人間味もあんじゃねえかって、あいつさ、なあふざけんなよおい、お前の決定何なんだよ、じゃあ。 なん決定な何もねえじゃねえかそしたらな人間味もありやがってだって今回大谷へーとかさすごいさチームを鼓舞する、ね、かためもあるしすごいなんか大谷が一番さあのあのアピなんか座ったじゃん,なんか感情を表にして感情を表にしてほんとやそれこそ野球少年みたいになっててさいや全然人間味あるじゃねえかと思ってさ なあいつなあいつマジでさハゲろよ。欠点がよーないってささすがにちょっとなー。欠点ないのはなかなかなー。なんなんだよって思っちゃうね。まあまあ欠点ないって言うけどまあな。親父はふさふさ大谷のじゃハゲねえじゃねえか 絵も上手いってなんだよ <laughs>。絵も上手いの <laughs> 何なんなの欠点がマジでない。い歌も上手いって何絵も上手くて歌も上手くて。なんなんだよあいつ。サッカーも上手いの。え、サッカーも上手いのマジでもうスポーツ何でもできんのあいつなんなんだよ <laughs>。 いやーすげえなー完璧すぎんって。あとだから何よりもルックスもかっこいいじゃん。顔もかっこいいし。ね大谷って顔かっこいいじゃん。顔もかっこよくてさ、スタイルもめっちゃいいしさ、そこら辺の芸能人よりもかっこいいじゃん。ねいやーなんなんだよー。大谷よー。お肌も手入れされてんの知らねえぞ。 うん、大谷は何え、うん、大谷小二で作文でカービィ書いてたえカービィカービィ好きなんだそれ欠点じゃねえだろ <laughs> 欠点じゃねえだろ別にカービィ好きなの別にいいだろうがん確かトマト嫌いとかしかなかったもうふざけてるなあいつなまあでもそれはけどさそれはさ君がよう作ったのは大谷翔平そうなんだすげえな うん、アメリカニュースは日本はなぜエイリアンああ、大谷がエイリアンって。まあとりあえずインポかもよ。うん、だからインポとかいろいろあってほしいよ。うん。車の運転もうまそう。まあ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 。とりあえず大谷はけどね、まあまあこんだけ俺も言うけどハゲろとかね、インポになれとか。まあでもまあ実際けどさ、やっぱ大谷はさ、俺もネットで見たんだけどさ、ものすごいだから女遊びも一切しないでさ、ね。女遊び誘われたら断る。ね。 だから、もうさ、そう性欲もコントロールしてんだって、もうだからさ、もうすごい徹底してんだって、トレーニングとかも、ね、みんな、他のね、野球選手とかわかんないけど、ね、あの,のお酒とか飲み会とかやってる間、太田には参加しないんだって、本当かどうか知んねえけど、多分本当だと思う。うん、じゃないとあん、だから真の遊び、だから本当、すごいよね、だから結局やっぱ努力だからね、うん。 努力だからあんまりなんか OT 宇宙人作曲して <laughs> <laughs> 何それ <laughs> うん二類に行けバカなやつさ大谷はもう完璧超人まあいいやおい大谷は女子アナ嫌いらしいよ <laughs>。 どういうこと <laughs> 女子アナ嫌いらしいってそれ女子アナだけってことそれとも女性がもう無理ってこと女子アナ限定なのちょっとよくわからん。えニュースになって俺知らない、それ知らない。女子アナ嫌いってそれ女がもう無理ってこと変な女に引っかかんないようにっていうことよ女子アナって変な女なのあー 女子アナにななるような人種無理ってことか <laughs> いやそれ結構それもどうかと思うわその発言誘われんのかしらまあでも女子アナウンサーとなんか結婚してる野球選手とか昔からいるよねそういうことあそういうことじゃないだからだから大谷はだから野球に野球と結婚したいからね野球とセックスとか結婚とかしたいからだからそういったお、ね、女子アナとか女が近寄ってきたらもう全部ノーセンキューなんで うん、もう本当にストイックなんだよ、単純に。うん、野球、野球、もう野,球野球、だから、多分、大谷もオナキン信者だよ、多分。オナキンスカイウォーカーだ、絶対。いや、絶対そう。これ確実。大谷もオナキンスカイ、オナキン信者。いや、これ、俺もずっと昔から言ってっけど、男って、女は知んないけど、男って、射精したら元気なくなるから。だから、多分、それあると思うよ。 いや、結構マジな、これマジで言うけど、ひどい決めつけって言うけど、いや、俺結構ね、それを思う。でも、これ結構マジであると思うよ。うん。俺、あと聞いたことあるのは、オリンピック選手とか、前日のオナニーさせないとか、あの国でいた。なんだっけ、あのワールドカップの時だっけじゃあ忘、忘れてるオリンピックはワールドカップで、とある国が、国の監督が、監督がね、あの,あのチームの選手に、あの、 あのセックスとかオナニーとかをさせないっていうなんかねあったあった俺ニュースで見たワールドカップかオリンピックかうんそう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 でも実際俺はね俺今日実際マジで影響あると思ってるからオナニーしたら元気はなくなるってうんこれはマジで俺はね昔からオナキン信者なんだけど俺はねそううんやっぱいや俺はね俺はね俺は関係あると思う俺はね俺は俺は,俺は こう言う言とお前らバカにするやついるけど昔から俺はねやっぱ関係あると思うやっぱオナりにしたらやっぱ結構俺もだから俺,は俺もライブ前はねえ言ってんじゃん昔からライブ前は俺ってオナキンするもんライブ前うんライブ前オナキンするただ大谷はライ、ね、試合前におナキンするとかじゃなくてもうずーっとオナキンしてんだよ大谷は、うん、もう本当にオナキンオナキンもうスカイウォーカーどこじゃないねもうオナキンダース・ベイダーだあいつは ね、賢者ですよ。うん。それ大丈夫なのか知らないよ。大谷行聞けよ。俺は勝手よ。あいつのこと喋ってるだけで、勝手に。<laughs> こんばんは。ね、めちゃめちゃしこってるかもしんないし。俺があいつのイメージのことを勝手にね、喋って、ペラペラ喋ってるだけで。よ <laughs> くないが、知らないよ。おう、すべては大谷のみぞ知る。大谷、大谷のみぞ知るか知りません。知りません。もはや千人。男は適度に出さないと体に悪い。 溜まってかわいそうっていうか、いや、もう興味がねえんだよ。オリンピックせ選手でもないのにセックス禁止してる大島さんはどうなってんのいや、オリンピック選手みたいなもんじゃん。俺だってライブだってさ、やっぱさの、俺は喉に影響あるんだよ。喉に影響あるの。俺、クックマジ、俺結構ねお、おなにしたら、前日のナニにしたら、ライブ前日オナニにしたら、そう、レコーディング前日とか、そうの俺は喉に来る。うん。あとやっぱちょっと体、寝起きだるいし、寝起きだるいし、寝起きに軽いのはダチ。 ガチじゃね,チじゃねガチガチ寝起きがだるいのはガチうんあと喉にもやっぱちょっと枯れたりとかあったうんそう寝起きだるいのマジでわかるこれ男のやつ男わかるっしょタンパク質取ってるだから最近は取るようにしてますザバスうんそんなかいやそうそうそう,そう男,男だったら分かるやつわかると思うマジでねだ,だるいのとかガチとかああそうそんな感じです 「はい、<laughs> するとしない」の影響「おなにに返したら翌日は布団から起き上がれない」「疲れちゃう」「おなにとセックスは違うの」「おなにとセックスは違くないしょどっちも射精すんだから」けどわかんない俺もそこら辺はうん「するとしない」の影響すごいな今日ちょっと歌おうかと思ったけどやめるねもう1位だしパソコン配信に行くわそう歌おうかと思ったうんそうお茶枠もらうために。 大体の制度を納金入るんかな。いや違うは裏金納金入るんかなって。こうこう交感神経副交感神経でしこったかあと回路悪いって言われるわ。我慢してると酷くなの本当な本当です。はい。歌わないよ。だってもうずっと喋ってもう六時間配信してるからね。六時間ずっと喋ってるからもうさすがにもうつか疲れたし。うん。そうそうそうありがたや。うん。<laughs> ちょ、バトン。ああ。バトン、バトン、バトン、そう、作りましたよ。バトン、バ、バ、バトン、あ、バトン、出てる、出てる。出てる。うん、バトン、ちょっとちょうど今プログラ,プログラム開いてるから。うん。プログラム開いてるから。これ、これがバトンです。はい。 やっぱボコーダーだよなバトンカモメえうんカモメはちゃんとこれカモメって書かうんこれカモメのカモメカモメカモメの音うんこれはねあのロサンゼルスでスタッフがロサンゼルスで撮ったカモメの音ですははいいカモメの音これねうんカモメの音やっぱこれね うんミサコの声じゃないよ最路線でトラックたくさんトラック今回トラック今回けどまあいたいいつもそうなんだけど今回もね40トラック50トラックぐらい使,使ってると思う俺トラックめちゃくちゃ、うん、40トラックもいってるかないってないか30トラックぐらいかわかんないけどけどめっちゃ使ってるよいつも俺やっぱ音のクオリティが上がってるの一応してるけどあー確かに俺の頃ね Mac になってあといっぱいソフトも買ったしな。 うん、400万使ってっかんなだから音のクオリティも上がってんのうん私。まあいいやまあまあ全然曲作りは別にね相変わらず別に DTM もそうだし相変わらずこっちでも曲作ったりしてますよはいうんそうそうこっちのこっちでも曲作ってこっちでも曲作ってあまあとりあえずや,やっぱボやっぱねあのバトンバトンねボコーダーだよね MTR うん MTR っぱ暴行は v p 7 7のあれこれやっぱねぼくやっぱすごいよじゃあこれはやっぱ俺が生み出した手法だよこれいやこれマジでのこさんがつ生み出したあのなんだ秘伝のたれだからねこんなことをやっぱお前らにね秘伝のたれを教えるっていうのはなかなかいないと思うよでもまあ全然教えてもいいよ俺はだってお前ら別にねお前らを教えたところで俺みたいなセンスないと思うから世の中のやつら。 そうひでいやひでよひでよいや VP770 はやっぱりねこれねすごいよ菩薫だやっぱ菩薫だやっぱ俺がお生み出したねいやこれこれマジで俺が生み出したやあれだからな菩薫だ、うん、これここ最初からこれうんこの菩薫だうん。この母校だうん これこれこれが VP770 うんこれこいつやっぱこいつだよ VP770 だようんいやこいつがやっぱねかなりね相変わらず、うん、やっぱこいつうん まあ結構だからいつも通り聖歌隊みたいな感じでね聖歌隊みたいな感じでやっぱね俺俺,俺が生み出したメソッドね俺が生み出したねすべメソッドうんやっぱりいろんな声聖歌隊とか重ねてます聖歌隊とか聖歌隊聖歌隊とか何かいろいろねうん7度上とかね俺もいろいろねあの音楽知識も増え,まった増えましたんで7度上とかやっぱねそうすごいなって7度上僕まあまあいや。 うーん、まあそんな感じでね、はい、うんまあ全然全然 <music> あちなみにこれこれ,これベースなんだけどベースはねあのね今回ねゆうのすけのゆうのすけにね考えてもらったやつをね使ってます俺の今回でもゆうゆうゆうがあいつのあ,あいつが弾いたやつをそうそう送ってもらってそうそうそう俺のこのデモうん。 ゆうがそう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 ベースベースでそうそうベースあいつが弾いたやつ使ってるああゆうああそうベースラインそうそうそうゆうゆう考えて使ってるああゆうのすけナイスや <laughs> まあちょっとベース俺ちょっとす小さいけど小さかったと思いますけど <laughs> まあまあとりあえずそんな感じで、uh. まあ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 うんあそんな感じですうん、uh. まあとりあえずねいろいろねちょっとねはいはいいろいろなんかやってますよはいこうやって曲作りやっぱエイブルトンライブだよ俺はまあお前ら DTM やってるやついつも聞くけど俺はエイブルトンライブずっと使ってるんだけどやっぱエイブルトンライブがやっぱね一番ねいいわうんあ いやエーブルトルライブいいよあとここいいよねあれっ <laughs> <laughs> まぁいいや <laughs> ここいいよねって,言って伝わんのかな俺これ何やったんだっけまぁ、あ、いいやまぁ、あ、何でもいいやもう何でもいいや、うん、ここもねカモメの音ね いやロジ、ロジックは前に使ってたロジックでも今はもうずっとエ v ブントライブうん最初はそうロジックいや俺ック,クの腕上がったから CD 音源もいいけどって言うけど俺マジさ DTM のさ腕上がったからさ フロントメモリーとか結構昔にさ俺さあの時もロジックで作ってさ DTM で作ってさミックスとかめちゃめちゃ下手だったんだけどエンジニア作業ねミックスとかマスタリングとか俺上手くなったから勉強してミックスとか俺結構ね今ね上手くなっちゃったよミックスとかマスタリング昔よりうんうんだから結構これ これもまあこのバトンも次のアルバムに入れ,入れたいと思うけど、どうかあるかね。<laughs> もう CD みたいだった。いや、だって俺歌勉強し,しまくったもん、このコロナ禍。コロナ禍めっちゃ勉強したもん。うん、そうそうそう。めちゃめちゃ勉強したもん、俺。DTM。どうな、まあまあ、でもまあ、メンバーがまた叩いたりするから。ね、ドラムだったら美佐子さんとか。 ね打ち込みからミサコさんが叩いたりとかね、お茶箱アイザーするしたりとかするから、モノ君は何も弾かないけど、モノ君は俺がひ、ね、これ弾いたやつそのまま使うから。<laughs> まあまあ、まあ、感激です、アイザー、はい、うん、まあまあまあ。まあちょっと色まあ変化はあると思うまあまあけど、それでもプロのエンジニアさんにね、ミックスしてもらったら絶対、当然、俺よりは良くなるよ。俺よりは良くなるよ。俺もやっぱ上手くなったけど、ミックスとかマスタリング、ちょっとは。 でもやっぱそれはプロのエンジニアさんだったらそれは当然ねもっと聞こえ,聞こえ,聞,こえ聞こえがよくなると思うようんだからこれから仕上がってるライブで楽しみですライブねいや一回ちょっと練習したんだけどねスタジオで一回だけちょっとだけバトン練習したんだけどなかなかねいや他のメンバー大丈夫うん他のメンバーは大丈夫なんだけど俺個人がね やっぱそういつも昔からあるねのこさん曲作ってからねのこさん曲作ってからライブでどうやるか問題 <laughs> ああ幽霊今とかノイズ込みで好きなんよなノイズああノイズもねまあそれはまたねそういうのは、M、アナログの良さだからね MTR のねまあそこら辺は別に、まあ、MTR のアナログの良さ MTR の良さだし DTM の良さもあるからまあ俺はそれはもう そう、二つで考えてるよ。もう。えー、いつも、ね、ライブの表現難しい。いや、難しいてかいや、俺、まあまあ、いろいろ自分が、自分が。だから、次のツアーでも別にさ、バトンやろうと思えばでき、できなくはないよ。うん、できなくはないよ。うん、ただ、無理やり、ちょっと、ちゃんとね、ちょっと俺も、ちゃんとものにしてから、バンドでものにしてから、まだ一回しかやってないから、練習してないから、ものにしてから披露したいな。ちゃんと。 うん、そんな別に、うん、なんかそうそうそう不完全でもまあいいんだけどあとね瀬戸利今考えてんだけどさ俺さあの放課後東京なんだっけ放課後東京サイバーパンク委員会の,そのツアーのなんかさあの4月からの考えてんだけどさ俺さ瀬戸リいや1回組んでみてさね一1回組んでみて練習スタジオで あのー、まあまあなんかメンバーメンバーメンバー他のメンバー3人でね話し合ったんだよ俺を瀬取り組んで LINE で飛ばしてうんそれで言われたのがさちょっと新曲多くねってみたいな <laughs> うん新曲多くねっていやまあ新曲多くねっていうのは別になんていうか いやええやんっていやだからそれは俺もねそんな感じあるんだけどまあ確かになって例えばグッドナイト流星群とかもさまあ確かになって、ね、思うのはさお前らは別に知ってる,知ってるじゃんお前らなんてさこの400人は俺のニコニコチャンネルの会員で会員限定しかそそそうそうそう出し,してないじゃんグッドナイト流星群とかねあもうそうだしあとプシコの手紙とかも別にさ出してるけど 1990年夏と99年夏とかいろいろね、うん、後ろの花火では何でもいいけどオーピアに、オープンに出してるけど、それでも新曲が多すぎみたいなさ、確かになって思ってさ、うん、まあ、わかんないけど、まあまあ、新曲、俺もなんか、ちょっとなかなか、まあまあ、それでも別に新曲はやるけど、まあ、確かになって思って、うん、新,新規は新曲のは詳しいんじゃないのかな。 いや、まあ、まあまあ、ちょっとい、まあ、いろんな意見あると思うけど、まあ、とりあえず、とりあえず、まだね、セトリはちょっとまだ考えてる。あの、静岡から始まるんだけど。まだね、いろいろみんなで考えてます、瀬トりそうかな。昔の曲好きです。うるせえ、バカ。なうん、ムカつくんだよ。今、今の曲が一番大好きですって。お前、手あげろよ、バカ。えー、そういうバランスもあるのね。もうすぐ静岡。えー静、静岡、楽しみ。クロマニオンズは新アルモンを出すたび全曲やってるから安心しろ <laughs> まあ、クロマニオンってさ、全曲がすごい、だから潔いじゃん。かっこいいよね。かっこいいよね。うん。えー、夏の幽霊部員スタート聞きたい。うん。ライトなファンの方に,方にも分かりやすくってことか。いや、だからそれ、そ,れそうだよ。そういうことも考えたりするよ。うん。ライトなファンって言うけど。うん。そうそうそう。ね、新規ファンとかな。うん。いや、いろいろ考えから、瀬トリね、とりあえずめっちゃ考える。曲数多いからさ、マジ。水戸に初めてあれとね。 あのほんと,7年ぶりあ,るとあのほんとにね、ちょっとね、曲数が多いからね、え、もう来週なの、静岡、嘘でしょ、え、マジで、え、来週なの、嘘2週間後とかでしょ、せめて、2週間後でしょ、やっぱみんな代表曲は聴きたい、幽霊祈満とかな、まぁ、あ、ちょっと待って、マジで、ちょっと待って、マジってまぁ、あ、いいやえ、マジで、再来週え、え、2週間、え、来週じゃねえよな、さすがに。 さ来週じゃねえよなあの静岡え再来週ああ再,再来週びっくりした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 2週間後とかだよねまだそれでもちょっとびっくりするけどでも2週間後とかか再来週まあい,いや4月入ったらまあまあもう3月も終わりだもんね今日何日ってか今日何日今日何日 今日何日か分かんねえ、俺。もう後半だよね、けど。26、あ、もうだから3月も終わりだから、そうだ。3月も終わりだから、けどもうそう、そうだね。ツアーも始まるしな。ああ、それでも、え、UVM m o もらえずあっちまねそう,そうそう、あ、そ,そうそう、もうそもす楽しみです。はい。彼女は太陽の炎上で、じゃあ、じゃあ、大ジャンプしたいです。はい、じゃあ、入れま、入れません。はい。 まあとりあえず、彼女の対応のエンジェルはね、またやるときあります。時間の流れ早い。でももうすぐ楽しみ、楽しみです。若返ったの、こちゃんおやすみなさい。えっ、ー、と、寝るなよ。これからパソコンでみんなとね、希望の注視をとか、えー、見るんだから。MV、バトンとか。そっから寝てよ。すぐ終わるから、お休みなさいって寝るなよ。寝るなよ。なお前、今日,今日、ね、今日寝たら後悔するかもしんないぞ。 な俺だって気分さ、ね、メンヘラだから気分の上がり下がり激しいからお前、配信終わった後にお前飛び,飛び降り殺するかもしんねえぞお前。今日、本当に今日は最後の配信かもしんないから,だから、マジで。そんなこと俺,俺はマジありえるからな。うん、俺はマジで。俺突然死ぬ,死,ぬ死ぬ人だと思うから。マジで。うん。その時に後悔しても遅いぞ。いや、脅すとかじゃなくて。いや、俺、ホントそうだよ。一期一会だから。うん。野呂さん、ずっと音楽に寄り添ってくれてあ拶挨拶はい。静岡に。 はい脅しでいくぜいや脅しとかじゃなくて <laughs> まあいいよ寝てもいいよ死なねえよ分かってる死なねえから死なねえ頑張るからねおやすみなさい寝てもいいよえっ太宰治って38歳で死んだんだあいつえダザイって38なんだえー、俺もっとなんか年老いてから死んだと思ったダザイって何よじゃあおやすみなさい全然いいっすはいローガーでまあとりあえずちょっとまあそんな感じでねはい38えダザイ うん。お前らほんとそんな俺ってダザイオサムと似てる嬉しいな。俺ダザイオサムやっぱ読んだし、あいつもイケメンだし、ね。ダザイオサも人間しか10代の頃とかね。うん。ダザイオサムもさ、ヒロド別にどっちかちょってうと好きな方だもん。ダザイオサムね。人間臭くて。ね。ゴミ野郎で。うん。いや、昔っから来るんだよ。俺。昔っから。ダザイめ。うん。の子さんってダザイオサムに似て,似てるよねって。ええ あそんな感じ <laughs> な作風作風とかまあそういうのはまあなんか作風とかなんかネガティブなとことかなんかわかんねえけどんうん社用うん小説の才能がなかったらただのクズうん人間失格ずっと読んでるほど好きよく似てらっしゃいます彼もイケメンまあ太宰もイケメンで似てるっていやイケメンなとこはどうでもいいようん他にもなんかあるだろう生き様が雰囲気 へちょっと喜んでて可愛いだダザーサムだよ。ダザーサムだってメンヘラ界のね、あの神みたいなもんじゃん。ねうん、まあいまあ俺が、まあ俺俺、俺が現代のメンヘラ界の神だけどな,な、うん。現代の。ダザイもけどそんなとこあんじゃん。なうん、メンヘライケメンえ。女性とかね、いいよね。人間臭いとこ。ノコちゃんは鼻筋が似てる。えダザイと。 死ぬ気で恋してみないかとか言いそうダ太サム友人から借金して逃げたよねでもいやいろんなエピソード知ってるよね中原中屋にねなんか脅されてなんかね脅されてっていうかなんか死んねえけどいちゃもんつけられてなんか泣いたりとかしたんでしょう太宰治 <laughs> <laughs> 中原あっ中原ちゅ中屋って読むんだ中原中屋って読むんだ俺中原中屋にも似てる気がするということ中原中屋に ねそうそうそう。ねイチャモンつけられて泣いたんでしょ。だざオさん。ね,ん泣,いやなねな泣き虫なとこもね似てるんじゃないのねじゃあ現代のだざオさんのでお前らけどさいろいろ言うじゃん。昔のやっぱメーヘラのさイケメンメーヘラでイケメンでめちゃめちゃ才能がなんか突出した才能があるやつ。 ね、俺と比べるの音楽だったらカート・コバーンとかさ、ね、カート・コバーンそうそう,そうカート・コバーンカート・コバーンの生まれ変わりとかさ <laughs> ねえ、うん、いやでも全然別に俺はそれはなんか、うん、そんななんか偉大な人たちと比べて、ね、なんかねためを張れるぐらいっていうことを言,わ言ってるってことっしょいやいやいやうんそんだけどなでも似てるって言われるのはなかなかね俺は結構否定,否定もしたいけどね うん、やっぱ俺は俺だから親戚かまっちゃう親戚かまっちゃうだからそう偉大残す偉大俺が偉大偉大ってんだから俺は俺でだからちゃんと自分のねもの持ってるからさねかまってちゃん親戚かまっちゃう、うん、そうそうまあいいやあんなどうでもいいよそんなダザイとかスカートコバンとかそんなさなああんな自殺した死んだやつらなあうんかまっちゃうにいるバーネルピクシューの近いと思うそうだよ俺も昔からこれ言ってんだよ 俺だって俺もかなりピクシーズ影響を受けていくからね。まあ、ニル・バーノン別に好きだけどさ。ね。うん。ワイはニートコバばんや。う、え、れ、ー、しそうだけど、おやすみなさい。生きてるのこさ、のこはのこ。そうだ俺、俺は自殺して、まだしてないからね。これからするかもしれないけど、うん。人はいつ死ぬか分かりませんから。ちょっと待って。ちょっとそんな感じで、あの、うん、正面するか。1時半か。<laughs> ちょっとこんなに配信するとなかったな。もう6時、6時半か。 6時,半配信6時間半配信してるのか。眠いって眠い眠いってうるせえんだよなあ。あんな弱音なんか聞いたくねえや。もうちょいやってほしいってあと多分1時間2時間あるよ。なんだったらあと4時間あるかもしんない。こっからパソコンに移って、あのね、あの希望の中うとバトンをみんなと一緒に見たりとかするんだよ。なあ。フルコース。 一人で喋って楽しい楽しい当たり前じゃん。お前わかんないのお前言ったちお前みたいなゴミなんてさ、一人でしか喋んないだろう。今こうやって久々に俺とさ、喋れて人間と喋ってよかったなクセゴミやろ。おい。ご飯食べないでみっちゃん待ってました。朝充電してくれ。いや、朝までやるね。うん。えー、どうせ死ぬなら80歳,80歳ぐらいになってからリスカで死んでくれ。コーヒー飲んで目がギンギンです。はい。ありがとうっす。えー、ちょんべんし、ちょんべんさして。 うん <laughs> でも疲れたけどほ、うんと6時間半ずっと喋ってくからなんだかんだおやすみなさい寒くないのちょっと寒いちょびっと寒い服着たいフルコースで喋り疲れ辛いそういえばな今日は納豆食べたい健康寿命が十分,十分まだバフォー見てませんじい、えー、さんだってもリスクあったから右手がやるてねはいザバスのココア真似して飲んでみたらおいしいっしょあれココアプロテインな おそらく服着てないのかセンチメーター、えー、あた半袖である、寒い、寒い、最近やっぱ本当寒いよな。トークだけで、ここまで長いのすごい。え何リスカのやり方を教えてください。ただ着るだけだろ。<laughs> リスカのやり方なんて。えー、服着てください、えー。手洗った、ちょっと手洗ったじゃないと今まあしょんべいしてんだよ。<laughs> しょんべいしてん黄色い、黄色の木を。えー、ちょっともう,うるせえな。 自,死自殺しないで生きたまま財を成した人が本当の天才だと思う。あ、俺みたいにな。えー、っと、今日通勤で久々に自動ルテキでして,いて,てある人す。あるぞす、あす。途中から来たからオナニーと大谷の話しか聞いてない、うん。そんなもんだよ、ずっと。そういや、バナナについて、はい。やっぱ炭酸量は紙に影響してるかもなえ。ザバスはヨーグルト味が一番軽いです。おもがたさん、リスカのメデメリット。ザバス、まず,まずくないよ。ココア味は美味しいよ。おじいちゃんだったらメンヘラあったほしい。うるせえ、バカ。 俺は別にね、目ヘラって言ってほしいとかお前、お前ら刺しされる筋じゃねえんだよ、だから。な。指しされる筋じゃねえんだよ。じゃあ、俺がな、目ヘラじゃなくなったらさっさ消えろやな。だったら、目ヘラじゃなくなるかもしれませんので、今すぐ消えろ。今すぐ消えろや、うん。ザバスよりおいしいプロテインはウルトラですねウルトラって。え、うん、キレ悪いな、ションベンの。え、大谷がお腹筋してるとか、出番流さないで、うるせぇ死ね、バーガー。 いいいよいよおじいちゃんになってるかもしれんし、ょ正面さして。日本も銀行倒産来るかね関係ねえ今のは会話の流れ、なんで日本も銀行倒産来るかねって。うんうん、ちょっと話はちょっとカオスすぎるわ。うん、ちょっと待って、正面さ、うんちょっと正面に集中する。 しょんべん長いやっぱ喋ってるとね今出た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  <laughs> 出た今日お茶飲んでないねあとで乾杯するよ乾杯お茶漠よろしくお願いしますあでもさっきやったかでももう一回やろうお茶漠もらいたいからお疲れさんですしょんべんのと聞か聞こえないのは、ま、なぜ 音量でかくすれば別にそんなの聞こえるでしょ、うん、最近血尿出たんだけどなんだと思うお前もうすぐ死ぬよ。ね、よかったな。おしっこ、ザバナバ、バナナ味はちょっとや,やだな、うん。ココア味がいいな。ココア味。ココア味。うん 久々にあのちょっと今日は歌わなかった代わりにピアピアノコーナー行くわ一瞬ちょっとだけピアノコーナーチェンバロコーナーそこでお茶目もらおう、うん、最近僕がね僕が最近、ね、練習僕が作った曲なんだけどまた練習曲にしてんのがあるからそうそうそうまい、あ、やちょっとほんまま行こう のこさん見習ってペーラ,ペペーラやめたらコ,コーラが始まったチェンバロ花粉症どう、うんそうそんな感じのこさんが弾いてる姿大好きだから嬉しいお、うん、い第3の間第3の間に久々にあこれけど電気,電気つけないの方がいいのか電気つけない方がいいのか電気つけない方がいいんだこれ いいっぱい傷あるこれこれ,これ,使こ,れ使これ使ったこれ使ったバトンの PV でカービィこれもカービィちょっと待って電気つけないサ味いいな酸味いいな,いなおたまトンカービィサ酸味いいなちょっと上着 ビ何がだよあっビッグマフクはこれっしょああるよ。これしかもあれセカワの深瀬くんにもらったやつだよ。セカワの深瀬くんがあいつはなんかセカワのファンだったらわかるだろう。うライブでベースで弾ったんだそれでもらったあいつから。だからこれヤフ,ヤフオクとかで売ればね結構100万ぐらいでセカワファンに売れんじゃん。うん、でもサトちゃんからもらったやつこれ <laughs> ずっと飾ってんだよね <laughs>。 ビッグマフこれロシアマフフこシってだから結構いいやつだよしかもロシアマフっていうそうさとちゃんも言ったけどこれロシアマフっていうなんかめっちゃいいやつなんでしょロシアマフビッグマフの中でもそう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 ,そうロシアマフそうそうロシアマフうんそうめっちゃいいやつだよでもちょっと使,使ってないんだよね <laughs> 硬、はあ、い枕硬いよ。うわっめんどくせ。双眼鏡なきゃだめじゃん。ちょみんな寝ないでね。もう1時半だし。ここまで来たら朝まで起きれるっしょ。うん。ここまで来たら朝まで起きれるだろう。なうん。俺こんなに長く配信することないぞ。フリキャスで。 うん、いつも会員限定のニコ生だと、このまま朝5時までやってるんだけど、ね、10時間とか、フリキャスでは久々だよ、うん。本当ありがたい。いや、全然たまにありますよ。目半開きですけど、あ、うんまり、正規で鍛えられてる、あーううみんなね、正規リスナーはね、貧乏人助かってます、はい。俺、あ <laughs> ちょっと最近の僕の練習曲俺は疲れてない大丈夫疲れてるよ疲れてるに決まってんだろほんとにお腹も空いたしお腹も空いたし疲れてるよお腹も空いてるよ俺今日なんか夕方5時ぐらいに起きてずっとあれ旦那も食べてねえんだよ何も食べてお腹グーグーいったよ今も。 練習曲とかじゃなくていや適当になんか作っピアノ曲。 D, D と A の前もさあれちゃんといつか完成させるからねあの曲俺も好きだもんこれ <laughs>、うん、これ別に俺あのボツにしてるとかじゃないからね、うん、これこれだっていい曲じゃんこれねちょっと久々にチェンバラで弾くわ久々にうまく弾けるかなうん <laughs> やばっ <music> えっ ままあまあい,いやちょっと、なかなかね、D と A の前って僕がね、作った曲なんですけども、なかなかちょっとね、まあまあ、ちょっと久々に弾いたんで、はい、うーん、何はい、あ、じゃあお茶晩ください。<laughs> 絶対被災地を好きだって何がは昔から言ってんじゃん、俺被災地を好きって。バカなの、お前。うん、お前何、新規うん、被災地を好きだよ。精神薬改ざんす。 ね、ジブリなんて被災ジョがいなかったら、ただのさ、ね、あの、まあ、魅力半減するだろ、ジブリ作品って。被災ジョいなかったら。お茶バッアイザンス。うん。そう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 。ね、ジブリなんてそうだよ、ジブリ、隣のトト,隣のト,トロもそうだし。うん。<coughs> ピアノ、まあ、これが僕が、僕が作曲したやつです。D と A の舞っていう。お茶バッアイザンス。これ、まあ、ま、あ完成させます。 いつかえジブリ何おめえら被災史上しか死んねバカだから吸いってんだろなまあ被災史上好きだけどどっちかって俺やっぱゲームゲーム音楽だよいつも言ってくけど うん、ゲーム音楽にやっぱ影響を受けてるよ俺自分のかまってちゃんの曲もそうだしうんロールプレインゲームうん俺がだから最近ねあのねあの練習して練習してじゃなくてね単純にひらめいたメロディーちょっと待って思い出します <laughs> あこれかこれでいこう 世界に誘われるような曲や。はいえ。ただ綺麗なわけで、いや、ちょっと戦争のクリスマス、メリークリスマスみたい。あ、坂本教授があれだよ、タイムマシン作って、使って、パクってきたんだよ。お茶目くらいざす。坂本教授が、ね、パクったんだよ、タイムマシン使って。精神薬、カいざんす。優しいメロディー素敵です。うん、あいつが俺のパ,パクりだから。 戦場のメリークリスマスの方が、今の俺の曲のパクリだから。うん、即興じゃない、即興じゃない、これは。最近なんかパーってひらめいただけ。うん。うん,うん。ボーンって音がみね。うん、まあいいや。いい曲。いや、だからメロディーセンスは素晴らしいですね。相変わらず。はい。即興でなんか作って余裕だよ。とんでもないやん。 気づいたらね、う隠して良い曲だよねってないが、戦場のメリークリスマスは良い曲だと思わないな、俺。あれ、俺そこまで良い,い曲だと思わないよ。坂本のあの、あのなんか、あいつの、千メリのあれ。トゥ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 トン。トゥトゥトゥンって、そこまでいいか、あれ。まあ別に普通に良い曲だなってだけ。うん。 坂本教授はだって YMO しか評価してねえや。YMO しか。俺は。Uh, YMO。Uh. YMO だけで。YMO のタイトルなんだっけドゥトンプ、トントンプ。ドゥ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 ゥド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 ゥト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 ゥ やっぱこれ、これだけでしょ。YMO。ね。はい。うん。で、トンプ。そうだよ。これだよ。もうこれ。もうこれ。坂本さんはこれです。はい。んうん。教授、病気大丈夫。教授ライディーン、ライディーンは坂本さんじゃないし。ライディーンは別にそこまでかな。もう早く早く行け。 いやこれマジマジ名曲トンプ、うん、マジ名曲 YMO 坂本さんこれだよね、うんうん、このこの一発や一発今、まあ、一発やとは言わんけど俺にとってはね まあ、せっか、せか、世界では評価されてるからいいじゃん。俺の中ではあんまり。うん、やっぱ YMO だよ、YMO。う、え、ん、ー、教授はもう危ないってな、もうすぐ死にそうなんだっけ。うん。まあ、い,いや、とりあえずそんな感じでちょっとね。ああ、疲れたな。俺、ちょ邪魔やいな。ちょ、パソコンから配信するわ。うん。俺にとっては一、まあ、一発屋まで言わないけど。YMO だよ、YMO。YMO。うん、これからパソコンで配信します。 はいよろしくお願いします。ちょっと、はーいあー。どうしようか、め、まあ、なきゃいこうかな。まあ、とりあえず、あと、ちょっと準備とかもあるんで、あと5分後、10分後にまた配信します。いやー、食べなくてもいいよ。うん。わからん,、うん。こんなに配信すると思わかった。うん。 またね、ちょっとあと5分後、10分後にまた配信再開します。またね、またね。じゃあな、ちょっと切るわ。配信終わったら食べるよ。当たり前じゃん。めっちゃお腹空いてよ。またね、後ほどお疲れ様。また、はいバイバイ。はいまた